はいどうも、ツーショットラジオ。2023年11月2日収録分です。プログラマーのレビンです。そして今回は漫画家のコノスケさんに来ていただきました。こんばんは。こん、こんばんは。はい、どうも、こんばんは。こんにちはだな。<laughs> まあ、そうですよね。<laughs> これあの、すごいぞ。あの、今、ちょうどお昼の12時で。<laughs> は,いは,いはいはい。あの、ラジオ公開されるのも12時なんで。なるほど。<laughs> <laughs> ちょうど皆さんと同じ時間間隔で喋れるかも。 プレミア公開とかでやったらね、りす、ね、<laughs> 本当だ。初めてかも <laughs> でもこんなことお偶然にしてはすごいことになりましたねえー、この図書とプレミア公開したら面白いんじゃないですかおなるほどやるこのというか、まあ、今後もにわからないですけど、うん、なるほど、えー、このラジオは、えー、日本語の会話を聞きながら作業などをしたいなっていう方に向けて、まあえー、長編の日本語の会話をお届けするラジオでございますはい、はい いや、お久しぶりで。どうもお久しぶりです。一ヶ月ぶりになりましたかね。うんうんうん。うん、いやー、もう十一月ですよ。あ、そうか、今日です。うん、あ、昨日から十一月ですね。うん。あの、侍の月ですか。西向く侍とか言いますよね。三十日までしかないですからね。うん,うんうん。あの、最近、こうスピンオフショットラジオっていうの、エビーライラックさんっていう、あの。 メインパーソナリティというかゲストの方に、えーはい、やっていただいててでまあすごいペースでやってはるんですよ彼がスピンオフラジオで確かにそうで YouTube には、えー、そもそもこう、えー、定期的に動画を決まった感じで上げるといいよみたいなまあ何、えー、て言うんですかねセオリーみたいなのがあると聞き及んでおります私。 なるほど。で、二日に一回かなって思ってるんですよね、今。はい。まあ、そう、あの、今まではもう結構取って出しみたいな感じで、あの、はい、平気で2週間空いたり、かと思えばなんか、連続で空げたりとか、してたんですけど、ねはいはい、まあ、今、そのエミラルックさんのやつがすごいペースで彼やってはるんで、今。<laughs> <laughs> 実は今、ストックが15個ぐらいあって。嘘 <laughs>、まだあるんですか <laughs> まだ公開されてないのがね、15本ぐらいあって。 <laughs> なんですけどこう2日に1回ってやってると今渋滞してましてね。<laughs> そうなります、ね、<laughs> でもあの私がやるやつはあの割り込んでそれに順番待ちせずにうん、うん、割り込んで公開しちゃうんでなんかいよいよあの渋滞になってるんですけど <laughs> うんなんで2日に1回ね皆さんと、えー、にこの長編のラジオをねお送りすることができています今。 ツーショットトークの方は、うん、あのサムネイルが、はい、昔のラジオのサムネイルに近いですね。あ、スピンオフの方ですね。そう,あそうですね。うん、第何回ってやつだけ書いて。そう,そうそうそう。あのまあ、あの一応俺全部耳は通してるんですけど、私が参加してない方の,そのスピンオフの。ちょっとな話題の代表をふだんて言うのツーショットやったら自分の。 やったやつで、まあ、これ代表させるかみたいな感じでサムネに何書くかみたいなやつ、はい、まあ実感としてもやっと直後から考えられるんですけど、はい、そっちの方だと聞いてそれを晋釈してこうまあ何やろな代表する話題みたいなのを考えるのが大変すぎるというか <laughs> <laughs> なんで「大難解」というのを書くのにとどめてますねああそうなんですねでも番号がわかると なんかスピンオフショットがかなり遠くの方から迫ってきてるのがわかりますね。<laughs> <laughs> そうですね、今ね、実はこのラジオは230から40の間ぐらいなん,、はい、なんですけども、向こうね、あのまあ、ちょっと在庫を言っちゃうとあの28っていうのがもうあって。おお、すごい。<laughs> 今多分13とか4とかだと思うんですけど。<laughs> 今、16まで投稿されてますあ。16か。うん、ありましてね。<laughs> まだだから、でもね、まだそのへ未編集のやつが2本ぐらいあるんで、まだ <laughs> ああ。それはレビンさんが耳を通して編集していくと。うん、そうですね。えー、なんでいや、その、結構ためてたんですよ、最近。エビさんがどんどんとこう、投稿してくれるんで、まああそれ、あの、ちょっとでかいファイルアップロードサイトみたいなところがあって。はい でそこを1週間でそのダブルドリンクの危険が切れちゃうんでなるほど落とすだけは先やっとかなきゃと思って慌てて落としてうん、うん、でもそれは置いとくだけみたいになってたやつをよーしそろそろあのもうあの編集作業入るかと思ってやったら13本ぐらい一気に編集することになって <laughs> <laughs> でなんか配信夜中に配信2時ぐらいに「明日仕事あるから終わるわ」って言って、はい、夜中の2時に配信終わって。 まぁちょっと、まだ眠くなるまでもうちょいあるかなぁ。よし、じゃあ編集作業ちょっとやろうと思ってや、や、始めたら、もう朝6時とか <laughs> かかって、それでも終わんなくて、動画のエンコードのボタンを押して寝て起きてまたあの動画のエンコードのボタンを押してみたいな。で、ちょっとその日外出する用事があって外出先からボタンを押してみたいな。<laughs> <laughs> 結構一日中編集してた気分でしたね、その時は。まあ編集もエンコード長くかかると思うんですけど、やっぱり聞くのがかかりますよね、うん、多分、うん、そうですね。それを苦なく聞けてるっていうのはいいことですよね、うんうん。まあ、聞く前から編集してるやつもあるんですけど、もうすでに。<laughs> ああ、そうなんですね。<laughs> でもあ、そうですね。 のの大きさを調整するのが主なんですけどあ結構じゃあちゃんと編集してるんですね。うん、結構あのー、毎回同じ音量っていうわけでもないんで同じ方でも。あそっか。あの2、ー、ショットの場合でもね。あ<ー>でスピンオフなんても毎回違う方なんで、はい、なおさらというか <laughs> へ<ー>。へえ、うん。ありますね。でノーマライズっていうのが自動化機能であるんですけど。 つまり、はい、一番音量の高いところをそのなんて音割れしないぐらいに高めた時、まあ、全体も一緒に引き上げるみたいな、はあ、こうあるんですけどそれってあの道中で大声出してる時が一瞬でもあればそこが天井になっちゃうんですよね。そうですねだから普段はボソボソボソみたいな感じで喋って「うわ!」みたいなのが急にあったらあのノーマライズしてもでっかくならないんですよね全体が。 大声出したところが天井に突っ替えるというか頭を打つというか。なんでそこでも困るんだよなそれじゃあみたいな感じで <laughs> あの自分で手動でボリュームを変えるんですよね。あ<ー>全体の。それはなかなか大変な作業ですね。でわって言ってる頭打ってるところはもうちょっと踊われしょうがないみたいな感じであの手動ででも大きくなりすぎてもダメだなみたいなことをやったりしてるし。<laughs> まあトイレ行ってるところ若干変切ったりとかそういうのこそねなんか AI とか自動でできる仕組みがあるといいですよね、うんうんうん、そうなんですよなんでちょっとあのー、作業なかなかあの1時間で終わるかなと思ってたらと,とんでもないみたいなこと <laughs> 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 になった時はちょっと愕然としましたけどまあ逆に言うと今それだけのストックがあるんでもうあの終わった。<おー> <laughs> むしろ自分からあの聞いていきたいですね。その編集はしたけど、まだ聞いてない回いとか。うん,うんうんうん。う聞いていく楽しみが増えたって感じですね、今。で、そうですね、最近の話、ちょっとぜひコウノさんとしたい話があって。ほう。あの、前のコウノさんの回でも、ちょっと話題になったと思うんですけど、あの、コウノさんも楽しみにされていたゲーム。はいはいはい。シティーズスカイライン2という、 あのクリエイターの時間潰しマシンみたいな <laughs> 噂があったやつですけどあれやられましたあ僕は全然やってないですあ自制されているまあそうですね <laughs> <laughs> そうですかなるほどなるほどいやーあれの生さん今頃やってるんやろうなとか思いをはせてたんですけどはい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 あのというのもあの昨日買いましてね私それをおお でちょっとあの出てからまあもうすでに結構経ってる1週間ぐらいは経ってるのかなそうですねぐらいだと思うんですけどなんかちょっと評価を見ると賛否両論ってなっててそうですよねなんか、うん、でその正体はそのゲームが面白くないっていう意味じゃあんまりないっぽくてめちゃくちゃ重たいらしくて。 そうですよね、なんかうん、うん、全然その最新のグラブを積んでいても思い、うん、みたいなのを聞きますよね。えー、であのー、まあ私、まあ、そんなに前作やってないんですよ初代を。だ、はいはい、けどまあ楽しそうだなというか楽しみはありそうだなみたいな感じで2、やってみるかみたいな感じで改めて。でやってみるかってやったしでそのまあえー なんていうんですかね。<laughs> まあ、重いっていうやつも、あの、噂、前評判も。はい。まあ、最近グラボを買ったんですよ。はいはいはい。なんでちょう、むしろちょうどいいわ、みたいな。うん。あの、今のところそのグラボ序列で言うと2位ぐらいのやつを買ったんですよ。うん。なんで、いや、俺はいけるけど、 いけるだろうけど、みたいな感じで。いやー、今のグラムにふさわしい敵が現れましたね。<laughs> そうそうそう。で、CPU はもともとめっちゃいいやつ積んでるんですよ、今。はい。そっちは仕事でいるかなと思って、もともといいのにしてたんですね。うん、これにもう、なうもんないだろう、みたいな。うん。感じでやったら、結構かくついて、それでも。<laughs> <laughs> まあ、噂にたがわぬ重さなんですね。たが <laughs> わぬ感じで、あの、よくさ、あの、 ちょっとスペックオーバースペックだなってゲームやる時ありがちのあのこの設定をこれにしてみたいなそうですねカチカチカチみたいなあれやってる時屈辱的じゃないですか結構 <laughs> いやわ <laughs> <お>かりますわかりますあれをこのたっけえグラボカ買った俺にやらせるのかみたいな感じをちょっと昨日味わいながらやってました <laughs> まあやっぱりなんか裁量設定が、うんうん ちょっともう天井を突き破っているというか、うん、まあ実際多分だからある程度表面上、うん、表面上というかその設定上中レベルみたいなふうにしていても十分綺麗なわけでしょおそらくどうなんでしょうねちょっとね、まあ <laughs> うん、なんかあか売りの一つとしてはこうもう本当にズームしてもなんていうの劣化しないみたいななるほど感じで確かにめちゃくちゃほズームしたらまあなんていうのかな ちょっと遠く歩いてる人ぐらいのところまではズームできるんですよ。うんうんうん。で、本当にこう、しっかりした足取りで歩いとるな、みたいな。ああ<ー>。で、その人を追跡して、なんか仕事行ってんな、とか見れるみたいな。はい。って感じなんで、ちょっと、やっぱ落とすとちょっと荒みたいな感じが。ズームしたとしても。うーん、なりましたね。<ー>なんで、<ー>やっぱり最高設定がいいって言って、最高設定戻し、うん、で、その、 なんかここなんか落としがいがある設定だけみたいな落としても軽くはなるけどそんなに見た目は変わんないよみたいなやつをかいつまんで設定するみたいなままそうなりますよね。やつをやって、まあ、多少カクつくが例えばそのマップを左から右にずーっと動いてると時々ピタッて止まってまたガガガみたいな動きやすみたいな状態にはなるけど、うん、まあ そんなにストレスはないかなっていうぐらいのところ落としどころを見つけて遊んでましたねなるほどうんでもちょっとなんかが <laughs> 昨日その,あの配信でやってたんですけど <laughs> はいちょっとだいぶ大きい声出ちゃというか <laughs> <laughs> なんかちょっとね水道管とか、ね、電線とかを結ぶのが難しくてそうですね僕ちょうどそこあのさっき見てたんですよレインさんがやられてたなって,っておうおうなるほどなるほど 最信、うん、の動画大きい声出されてましたね。<laughs> <laughs> 結構出してたでしょ <laughs> すごいなんかハラハラしてました結構引くぐらいの感じの悪感情を出してたと思うんですけど。実際あれは分かりづらい感じはありましたね。うん、だから前作はあんなにややこしくしてなかったんですけどね、多分。うそうだよね、なんか。 もう水道管なんてこうなんか高さなんて別に決められなくてよくてうんそうそうそうパーって線引いたらその通りに引かれるみたいなそうなんですよね前回は割と下水管、うん、水道管はそもそも一体化されていたしうううんうん、うんしかもそんなだから高さの概念なく平面的に管理ができていたからそう何も難しくなかった多分もう2ということで、うん <laughs> 一つやり,、うん、やりたかったんでしょうね。こ,こ凝りまくた <laughs> リリ多分ですけど、<laughs> うん、今回のシティーズスカイライン2は、そのシミュレーション的な要素をよりリアル寄せすることをなんか頑張っていて、結果として多分あれは、うん、地下鉄、うん、地下通路との、うん その接触とかを管理しないといけないことをああ考えさせる作りになってるんじゃないかなって思いますねああ普通はそうですよねこう地下鉄通そうと思っても水道管がみたいな問題って普通にあるというかそう現実に起これるそういう問題にプレイヤーを直面させて、うん、リアルなシミュレーションだぜっていうのを目指したんじゃないかなっていうああなるほど変電所とかもいらないじゃないですか、うん、本来ゲームとしては <laughs> あれも大きい声出たポイントですよ、ね、本当に <laughs> <laughs> あれよくわかんないですけどあれえ で発電所から電圧を変えて住民に送らないといけないんですか、うん、まあ現実はそうですよね。まあ現実はそうなんですけど <laughs> これまでのシティゲーでそんなことはあったことがないからそうだよなでなん,なんかそこはだからリアリティを追求してるんでしょうね。そうチュートリアルを見ると変電所なんてもめんどくさいからあの発電所の横に置いてそっから普通の送電線やればいいんじゃないのって思うんですけどうん,う,んうん。なんかまあチュートリアル的にはこう まあ、使うところの近くに変電所を置いてそこまででかい送電線で送ってみたいなこと書いてるからあ<ー>まあじゃあその通りにするかって,言ってなんかやったんですけどもう全然そのつなぐところも違うし何やったら建物もなんか道路つながないと変になるし、うん、で建物置いてから道路を通すとよ変になるし。 昔は建物は道路に面してしか設置できないよっていう風になってたんですよねああなるほどだからそういう問題はなかったんですけどうん,なんか警察署とかも置いて、はい、なんか道路がつながないといけないところに2か所あってへえ、はい、いや<ー>そんなん警察署の建築の感じによるやんっていうか <laughs> まあ確かに<え>本来だったら道路に合わせて警察署のその道路の出入り口も、うん 建設するのが現実ですよね。うん。なんか、警察署の形を決まってて、道路がこれてます。いや、それ建築士別のやつ呼んでくれ、みたいな。<laughs> いや、ほんとそうですね。リアルなんだか、リアルじゃないんだか。うん、デザイナー変えてくれ、みたいな感じ思いましたけど、まあ、そこが一応クリアされて、あ下水流れるようになったね、からは楽しかったんですけど。あ良よかったですね。うん。なんか、大学とかね、あの、ここは教育の街だとか言って、あの、まあもう、 あの、全員、誰クリックしても学歴がないとか書いてるんで、<laughs> これはいかんと思って、あの、なんて言うの学歴がない人の税金を15%にし、あの、学歴がある人の税金を1%とかにして、<ー>あの、<laughs> あ<ー>高学歴を推奨し、<laughs> 大学とかいっぱい建てて、そこになんか俺の母校の名前とかつけ、楽しんでましたけど。いいですね。<laughs> <laughs> でもなんか大学生が一人しかいなくて、 <laughs> <laughs> クソでかい大学建てたのに何か一人のためのキャンパスになっそれは初等教育が行き届いてないってことですか<笑><笑>まあそうですね順番に行きますからね普通じゃあもう働きながら何か大学の勉強に追いつけるスーパー大天才藤井聡太みたいなやつが現れて <laughs> <laughs> そうだね <laughs> そいつが得意的に突然大学に進学できたけど、うん、他は無理だったみたいな <laughs>、うん、そう でなんか、工場地帯も建てたけど、あれ、風とかの概念があって。あ、それはありますね、昔。あ、それは元からあるんですね。はい。あの、風向きによって、その、こう、大気汚染がね、広がっていくんですよ。ん <laughs> なんか、風上に立てちゃって、工場地帯。あ、おしまいですね。<laughs> <laughs> で、なんか、その、住民街の、え住宅街の一角が、こう、大気汚染のアイコンめっちゃ出てきて。 それんちょっと不幸になってんのかって思ってなんかそのランドマーク建てようと思ってなんか <laughs> ランドマーク建てたるとなんか周りの,自由、まあ、あの建物にボーナスが入るんでそうですねなんかそれで総裁しようと思ったらなんかそのよく見たらそのボーナスのランドマークがなんかポップミュージシャンの邸宅みたいなやつで。 そんんなランドマークあるんだあそうでそれポップミュージシャンが住んでるんですよそこに <laughs> <laughs> 大気汚染にしちゃってそいつの家も <laughs> 全然周りも幸せにならないしなんか俺はあの重要な文化資金を大気, <laughs> 気汚染肺をダメにしてっってるぞみたいなひど <laughs> い市長になっちゃいましてねポップミュージシャンの邸宅をランドマークとして市長が建てるって意味わかんないん、ね、意味わかんないね <laughs> <laughs> そうなんですよ あのちょっとやり直したい気持ちやねんけどまあ,あのチュートリアルの続きでやってる街でやってるんですけどそうですね一回やっぱりこういうやり直したい欲求は随所では発生するから、うん、一回全部回収しときたいですよねうそうですねまあでもあの街はねあの配信でやり始めたい。まあ次の配信ではあの街で続きをやろうと思いますけどいいですね1、うん、一人ではもうなんか完璧な街にしたいなという <laughs> いやーやっぱりねその完璧な街、うん、これで失敗したからもう次は完璧だろうみたいなのって,、うん、って永久に続いてしまうんですよ。<laughs> わかりますね。だからなんか最初からを本当に封印する勢いでやっていかないと進まないゲームだろうなっていうのは思いますね。うん、いやもう今でも日でもひどくて <laughs> まあね <laughs> <laughs> なんかあの四角形なんですよね街全体が。はははいはい、はい。 で、その町に、まあなんてのシテーズスカイラインっていうのは町づくり系でその、なんか人が入ってくる経路ってそのもともとあるクソデカ高速道路みたいなやつからピッてこうなんかこっからつなぎなさいよみたいな、うん、そポイントがあってそ,、ね、そっから自分の町の道路を引いてみたいなことなんですけども、はい、その高速道路がすでに斜めなんですよ。あズ<ー>バって斜めに通っててこれを塗ってやるだからその。 高速道路の斜めの直線に合わせたら町全体が斜めになるというかまあちょっと境界線のはなんか境界線を四角いタイルで取り扱ってるのがナンセンスですよね。せっかくねこの、うん、もう長い進化を経て示していいから、うん、あのマス目という概念から逸脱できたわけじゃないですか。うんうん にもかかわらず、タイルという、なぜかそっちが完全に四角い、アフリカかよみたいな感じになってるわけですけど。<laughs> アフリカの国境みたいな。そ,そ,うそうそうそう。<laughs> そこだけちょっと残念ですよね。うん、もうちょっとなんか、うまいことなってればいいのに、境界線が。うん、そうしたら、斜めとか気にしなくて、うん、やりやすいじゃないですか。うん、なんか、あのブラシで塗るように自分の陣地を拡大していくみたいなね。ねえ、そんな感じにしてほしいですよね。うん いやでもあれはね絶対はまりますよあのー、いややばいな <laughs> 時間タイムイーターですよあれは <laughs> まあちょっとねそろそろ時間もできてきているところなので、うんまあ、まあここまで待っちゃったらもうなんか一回安くなるのを待とうかなみたいな気持ちも出てきてしまってるんですけど、ね、なるほどなるほど、うん、<laughs> だって今だったら発売日に買ったのと同じ値段で買うことになるじゃないですかちょっとなんか発売日からこんなに出遅れてるのにその値段かってなっちゃいますね <laughs> なるほど これはもうスチームの悪いところですけど。でもシミュレーションゲーはちょっと下がりにくいイメージがあるんですよね。あ、そうなんだ。なんかリムワールドとかも下げないぞっていう宣言してたし。それ大事なことですよね、でも。ファクトリオか。ファクトリオとかね。うん。あ、ファクトリオ確かにずっと下がってないイメージがあります。そう、なんか下げない宣言してたゲームがあったはずなんですよ。リムワールドも確かに下げ、下がってるのを見かけないタイトルの一つな気がするし。うんうん、でもそれは戦略として正しいですよね。うんうん、シミュレーションゲームってなんか、 うん、その風化しないじゃないですかうん、うん、だから下げる必要ないですよね、うん、あじゃあこれちょっとなんかあのシリーズスカイラインの楽しげな話をしてちょっと昴介さんは悪の道に誘ってしまっているかな <laughs> 今 <laughs> いやでもそろそろそんなだから映画の作業がこれこのラジオでも何度となくしていますが、はい、もう完全に一段落というかもうマスターアップぐらいの段階に至ったので。 時間的にはね、余裕ができつつあるのでうん、うん、いいタイミングかもしれません。なるほど。あの映画祭に出品するアニメ作品ですよね。そうですね。うん。すべての監督が作品を完成させて、うん。まあ,あと一ヶ月ですねちょうど。そうなんですよ。はい。もう九百席どうなったんですかね。売れたんですかね。まあ僕はそんなに把握できてないですけど、うん、全然そのまだ空きはあると思うので。うん。 まだまだこれから買っていただくこともまあ空き、うん、はあると言ってもその売れなかったねっていうレベルではなく、うん、ちょうどいいくらいになってると思いますうんなるほどあのーまあ、それの話またちょっとしちゃうんですけどあのー、はいあれってまあと当然来られますよね幸之助さん、はい、はいはいはい行きますでもなんかその時ってなんかあのー、俺も行くんですけどはいあのー、まあ多分喋ったらできないと思うんですよなんか合わないというか あまあそうかもしれないです、ね、席に座ってもう終わったら追い出されるみたいな <laughs> 追い出されるっていうか出ないといけない感じじゃないですかうん、うん、そうですねでそのままあのなんか二次会に行っちゃうでしょ皆さんはいはいで俺二次会にね別にあの行くというか行くことになってないんですよ、はい、はいはいはいなんでもうそこでお別れになるかなと思ってたんですけどはいまあなんか一応出演したっていうのもあるんであ,のあるあ確かに なんで、まあ、ちょっと顔出すぐらいだったらそのなんかチケットにかかわらずちょっと行かせてもらえるのかなみたいな。ああ、それ聞いた方がいいと思いますよ、ちゃんと。まあ一応聞いたりしたんですけど、ああ、そうなんですね。なんかまあ、むしろその、何て言うやろ、その会の、まあ、価値が上がるってほどじゃないですけど、なんか参加したいというよりはまあなんかあの、俺も出てました、イエイみたいな感じでちょっと顔出すとかはいいのかなみたいな感じでえ言ってて、向こうも。 その時もし行けたらまあその時はれると思うんですよ、ね、確かにそうですねあでもどうなんですか参加というか普通に男女、うんまあ、はあれかもしれないですけど、うん、参加正式に参加するのはレヴィンさん的にそれはいいやって感じなんですよ体力持たんと思うんですよ <laughs> まあそうですよね <laughs> 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 まあ、うん、そういう意味で、うん、まあ 顔出すっていうのがちょうどいいんだったらそれでいいと思いますし、まあ、その時そうですね、うん、お話できると思いますよまあ顔出してしまえば最後もう帰れないんですけど多分あの<あ>時間時間的に確かになんでどうせなんかその辺のホテルに泊まるとかになるんですけどああなるほどでもそれやったら出とけばいいって思うんですけど体力を持たんかなと思うというかうなるほど <laughs> まあいつでも抜けれるようにして その宿は抑えてあるっていうのでも全然いいですよね。うんうん、でもなんかどう,どうなんですかその、えー、と監督の人はなんかずっと壇上にいてなんかパフォーマンスというかその司会に話振られるみたいな感じになってんすかねいや僕さっぱりわかんないんですよねそれについて <laughs> もし壇上にいるんだったら会話もできないよな別に, <laughs> 別にまあ多分レヴィンさんだったら壇上にあげられると思いますけども <laughs> でもそれってなんか壇上での会話じゃないですか ああなるほどなるほどいやー久しぶりですねみたいな感じにはなんないというかよくわかんないですよね、うん、なんかうん多分別に席を順繰り移動してとか、うん、あ例えば、うん、今はじゃあ鬼山田さんの映画をみんなでワイワイ見る時間にします、うん、じゃあ鬼山田さん壇上へどうぞ、うん、みたいな感じなのか<ー>それとも、うん 壇上と言えるその手前のスペースに、うん、その監督6人用の席がもうすでになんかなんだろうあの横に長い机みたいな感じにどん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 って6人並んでるみたいなそれがずっと動かないのかなっていうのもちょっと想像してますしだからなんか端的に言うとこうあの記者会見スタイルなのか結婚式の席スタイルなのかみたいな。 多分記者会見スタイルを僕は想像してますけど、なんの僕はあのーうん、前情報もなく、皆さんと同じ推理に基づいて想像、うん、してます。<laughs> まあそうだよ <laughs> いや、僕が、まあ、聞くべきですよね。<laughs> まあ、いえいえ、あのー、もう俺も聞くべきなんですけど、それやったら。あのー、いや、だから、てか、向こうが話すべきなんですよ、笑うです <laughs> なるほどね。<laughs> ちょっと、多分打ち合わせが近々あるので、その時に聞きたいですね。うんうん、結婚式の席スタイルやったら、なんか都合いいというか。 その方が絶対ありがたいですよね、うん、だって別に鬼山田さんの映画をじゃあ発表されているとき、うん、僕、壇上でその記者会見スタイルで座っていても、うん、特にね、うん、言うことなかったりしたら、うん、隣の人としか喋れないみたいなむそう。むしろお客さん側で目線で見て、しゃべるときしゃべりたいし。っていうのがちょっと疑問で思ったけど、まあ、あの全員同じ情報でしたってことで。ま <laughs> <laughs> まあそうなっちゃいました、ね <laughs> <laughs> なるほど,なるほど、まあ、まあそうですねまあじゃあ当日はちょっとそういう形でもお会いしたいですね。いやーそうですね、うん、レビンスさんっていうかもう東京が久しぶりなんでまあちょっとねスケジュール的に時間ができるかどうかまだわからないですけど、うん、できたらまあしばらく滞在して<ー>しばらくって言ってもまあ1日延長ぐらい滞在して、うん、まあなんか。 会い,たい人に会えればナレビンさんも含めあ<ー>みたいなことも考えましたけど、うん、ただでさえね、うん、映画祭のなんか前入りが結構早かったり、うん、あ,であとは当然その後夜祭もあってあ<ー>結果じゃあ34日家を開けるってなったら仕事が間に合わなくなるんだみたいな <laughs> <laughs> はあ結構前に入られてなんかされるんですかなんかそれが最近決まりつつあってへれですね。へーへー <laughs> あそれは楽しみなイベントのためにみたいなこといや僕は全然楽しくないですね。<laughs> そうなんだ。なんか主催運営が割となんか、うん、そういうより観客に楽しんでいただくための準備を監督みんなでやろうよっていうことを、うん、あだから文化祭で女子が朝集まって歌の練習しようよって言い出したみたいな状態です。めちゃくちゃ想像できる。 <laughs> ね、それって反抗できないじゃないですかそ <laughs> そいいそが言いそうやしな <laughs> まさにそんな感じでいや男子としてはちょっとえそこまで別に熱入れるほどなのかなみたいなそれって何かに影響するのかなみたいなことを思いながらもなんか盛り上がってるわけですよ <laughs> うん。なるほど東京観光とかもねできたらしたいあのした方がいいような気もするし。 まあまあまあ別にそんなついでに合わせなくてもくたくたでしょうから、うん、普通にそれはそれとして目的を作っても、うん、っと時間を作ってやったらいいことなんですけどねいやでもそれいかないですよそ,そ,そうなんですよかこ <laughs> <laughs> つけないとねそれをやるとしたら、うん、高野菜の後に1回しっかりお休みする場所を確保して寝ないとやってらんないですからね確かに そこまでするんだったらもう帰って休んで普通に日常に戻るのが一番かなってなりますね。なるほど。だって仕事あるし。ん <laughs> なんかその前後あの、エビララクさんもいらっしゃるんですよね。あ<ー>、まあ。まあ、彼は映画祭には直接関係ないけど、その見に来るというか。で,えー、で、俺ん家にも泊まるんですよ、一回彼なんで。<laughs> じゃあ三人で <laughs>。<laughs> そ,そうそうそう。だから前後に、前後に結構活動するはずなんですよね。 あの俺もついでで会える人が増えるタイミングですね。もしなんかその前後というかまあ後とかに何か活動されるんだったら俺も、うん、まあもしかしたら合流できるかもみたいないや本当そうですよね。うん、そればっかりは、うん、それまでにどれだけ仕事を前もって進められるかにかかってますね。<laughs> 確か<に>まさしく今から詰めていかないと、うん、12月頭なんでね。 なるほど。ちょっと前倒してやっとくとかやらないとね。まあこれからコツコツ積み上げていって、うんうん、貯金が12月頭にいっぱいできていたら可能ですね。うん、<laughs> なるほど、なるほど。そうですね。まあそれもちょっと楽しみということで。いやー、東京自体は本当楽しみですし、映、うん、画さえもといそのレミンさんとお会いできる機会があるんだったらいいですね、うん、それはそう。驚くぐらい太ってると思いますよ。<laughs> <laughs> 前に会った時、だいぶ前でしょ、あれも。 まあそうですね。うん、今、あ過去最高体重に達してしまったんで、<laughs> <laughs> ちょっとね、あのー、心配されるかもしれません, <laughs>、うん。なるほど。で、そうですね、この最近はじゃあ、ー s スカイラインも封印して、どうお過ごしでしたか最近何やってたかな、なんか、ちょっと、うん。う うんうん、そんな,に,なんか活動的に何かをやっていたってていいいたうこともななんんですよねなんか<ー>その10月の頭に提出用の映画がほぼ完成してうん、うん、でだからこの10月の間はそれをブラッシュアップしようみたいな感じの時間だったんですけど,なるほどまあまあそこそこそれはやって、うん、まあまんその仕事もやっていたら、うんうん、いつの間にか10月は終わっていたみたいな。 印象が強いんですよ、ね、あ、うんあでもなんか時間ができたからということでうん、うん、あの「ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」をずっと寝かせていたやつを久しぶりに続きをやろう、うんうん、もういい加減これをクリアせねばなるまいって思ってああのー「スイッチのゼルダ」の2作目ですよねそうですそうですでそれを久しぶりにやりましたねああなるほどなるほどそのですね、うん、あのちょっと仕組みとして、はい どこからでもあの進められるようにできているゲームで<う>まあメインシナリオとして4つの神殿をクリアしていくよっていうのがありつつ、うん、サイドシナリオとして、うん、その物語の核心に迫るムービーシーンを世界各地のなんか手がかりを集めて拾っていくっていうサイドシナリオがあるんですね。結構僕そこが気になっていたから、うん もう神殿はちょっとアクなんかゲーム性が強いからたるいなって思って、うん、とりあえず各地を回ってそのシナリオのムービーをいっぱい見ようって思ってでムービーを全部見ることにしたんですねお<ー>それを終えたんですけどお<ー>それを終えたらもう全部やる気がなくなってしまってまだ神殿4つあんのに<ー>なんかシナリオ全部見終わっちゃったなみたいな感じになって、うん しかももそののシナリオがすすごい鬱なんですよへえそうなんだ。いや僕もびっくりしましたこんなにえこんえ,え,えこれで終わっちゃうのえみたいな感じで、ね、<ー>なんかすごい、うん、悲しい結末を迎えて<ー>はいシナリオはこれでおしまいですみたいな感じでしずしずと終わって<ー>えなんかこの気持ちで僕4つの神殿を踏破してラスボスを倒しに行かないといけないわけみたいな気持ちになって。 そそれはなんかそのメインシナリオをするに背景みたいなのがもう全部わかっちゃうってことですかそれをめぐるとまあそうですねなんかちょっとシナリオを説明すると<ー>最初物語の始まりに、はいまあ、ピーチ姫よろしくゼルダ姫が、うん、あのリンクと離れ離れになってしまうんですねで離れ離れになってしまったゼルダ姫がどうしてどうしたのっていうのをそのシナリオで拾っていくことができるんですよ、うん、どうしたの そうその離れ離れになった結果ゼルダはどうなっていったのっていう。で離れ離れになったゼルダは、うん、まあ最初のシナリオでもう明らかになることとして、はい、あのすごい過去に飛ばされてしまっているんですね。前りみたいなものすごい過去の時代もう千年も昔の,その時代にゼルダ姫は飛ばされていてそこでリンクのいる未来の世界と。 ちょっとその関係性を持ちながらあ,あ,あのまあゼルダはゼルダで頑張ってるんだよっていうシナリオなんですよ。は<あ><で>そっちの生活持っちゃってるみたいなまあそんな感じですね。<ー>でまあでも多分ゼルダはそのシナリオの最後に帰ってきて、うんうん、で、まあ、リンクはリンクでやることをやったらゼルダと再びああこのも今の時代に帰ってこれるんだよねっていうような、うん、そういうシナリオを想像してたんですけど。あ想像してた <laughs> <laughs> ま、あしてたんですけどっていうことなんですよ。<laughs> ええ<ー笑>。結果だからもう僕、え何を目的にこの神殿踏破して。ええ。はあ。え、そうなんだ。なんかその、えー、シナリオの始まりが、はい、その、この、ティアーキンの、その、うん、有名なというか、<ー>メインとなるセリフが、<ー>リンク、私を探してっていう、<ー>その、 名目なんですよね、うんはい、でその探す探す探すでそのシナリオが明らかになっていくわけですよなるほどで最終的に探し当てたんですけど、うん、みたいな終わり方をしていて <laughs> もうなんか嫌な予感しかしないけど <laughs> <laughs> だからもうええー、ちょっとこの状態で <laughs> まあんまあ多分ですけどさすがに神殿を全部クリアしたらあの最悪の結末、うん、もうま<悪> <laughs> いこと拾って ハッピーに終わってくれるんだろうなとは思うんですけど<ー>あまりにもなんか切なくてそれが。んか思い出すのはやっぱ「ドラッグ A7」のキーファーとかもうなんかそんな感じだったんですけど,な,ど,な,どなんかあれもちょっと後味悪いというかまあいやあれはあれでいいんだけど後味悪かったなみたいななんかそういうのを今想像してますけど。 いや後味悪いんですよね。まあでもすごく美しいなとも思いました同時に。まあまあなるほど。美しい後味の悪さでだからこそなんかこれが逆にその全部なかったことにというか全部ハッピーに報われたとしてもなんかそれはそれで不完全というかなんかやだなっていう気持ちも若干ある分もあってなんか。 うんこの物語をここから進める気になれねえな、みたいな気持ちに。<laughs> へえ<ー>。しかも、まあ、結構だるいんですよね、その4つの信念っていうのが。なるほど、なるほど。はあー。なんか、任天堂さんにしては、なんか、ちょっと、パンチ入れてきますね。いや、パンチ入りましたね。<laughs> ちょっと、食らっちゃった食らっちゃいましたね。なるほど。ええー、でもなんか、ちょっと興味湧いてきたな、逆に。<laughs> いやレビンさん僕の、まあうん、浅はかなレヴィンさんの,その物語稽古を見るに好きな感じだとは思いますけど、ねはいはいはい、なるほど <laughs>、うん、まあ俺はあの若い頃から続く、まあ、最近はなりを潜めたものの,あのバ,ッ <laughs> <laughs> バッドエンド至上主義バッドドエン至上主義が <laughs> <laughs> みたいなところがちょっとあの触れるかもしれないですねそのまあエンドではないですから、うん、でもまあそのね途中のうつうつしさとしては。うんうんうん 素晴ららししいものが感じられました、ね、なるほど、まあ、それもやっぱりでもねブレワイからだからっていうのもあると思うんですよ。うんうん、ブレワイは、うん、ブレワイはですね、うん、あのなんだっけリンク私を探してじゃなくて私を思い出してか<ー>私を覚えていますかっていうのがテーマになっていて<う>ブレワイは最初リンクは全部記憶を失ってスタートするんですね。ああそそうだったか、うん、で失ったたかででで失状態で、うん、でそのまあ ティアキンと同じように思い出をムービーで振り返っていく過程でゼルダというキャラクターの輪郭を思い出していくわけですよ最終的に思い出したゼルダと開雇して「うんうん、リンク私を覚えていますか?」って言ってうん、うん、で、まあ、終わる話ですごくゼルダに対して思い入れが深くなるんですよ。うん、で、うん、それが、まあ、ピーチ姫よろしく奪われるのがティアキンなんで,なるほどでそういう愛着とかは大きいですよね。あー 俺はその2作目が発売されたタイミングで、はい、まあなんかミーハーじゃないですけど、あの、俺、はい、もやってみようかいと思ったんですけど、その時に勝ったゲームがその2作目の方じゃなくてブレワイをもう1回勝ったんですよ。なるほど。<laughs> 2作目が発表されて1作目を買うというこの甘野弱な感じになったんですけど、<laughs> まあ、そのちょっとつもうほとんど続きみたいな感じの噂を聞いてたんで、まあそうですね。あの、システムを、 さることながらストーリーも全然続きですみたいな普通の巨大ナンバリングタイトルの、あのー、ありがちな全部独立してるんでどっからやっても楽しめますよみたいな感じではないと聞いてたんで、うん、はい,はい、はい、これまあ通に手を出すならまず1作目だと思ってその前に諦めてたやつをもう一回やろうかなと思って、あのー、買ったんですけどで、ねあのーえー、枕元専用スイッチがありましてうちには。 それにぶっ刺してたんですけど、まあ、いつしかあの海猫の泣く頃に二日間され <laughs> まだちょっと全然やってないという状態ですけどそれ聞いたたたらやりたくなな。ってきたな、まああのー、長いとかボリュームがあるとか言われますけど、うん、あれは寄り道が無限にできるだけであって<ー>最低限のメインシナリオをやっていく。うんうん ことにに集中すれれば本当に1日でで終われるゲームまあ、うん、それで楽しいかどうかはさておき、うん、まあさっき言ったシナリオ要素に関しては、うん、そのだからシナリオ要素プラスメインシナリオですね<ー>メインの1神殿4つですねそれで、うん、そしたらもうあとは、うん、もうそれだけだったらすぐ終わるとは思うんでなるほどだからもう全力で僕なんかだからその全力で楽しむぞがよくなかったんですよ最初やった時 <laughs> はい 結局なんか全力で楽しむぞやった結果なんかもう引き返せないところまで行きまし <laughs> ほど <laughs> 結果なんかいやこのままシナリオだけをメイン神殿だけをやってこのゲームをクリアとするのはもったいないような気がするみたいな感じになっちゃったから結局ニッチもサッチもいかなくなっちゃった部分があってまあだからメインだけやるっていうことを決めてしまえば意外とサクッとできちゃうかもしれないですねなるほど まあでも絶対寄り道するから治るそういうまあそうですよね。龍がごとくとかも延々と将棋やってたり、<laughs> あの、ャンに通ったりとかして。<laughs> でも偉いですね。それでちゃんとクリアするわけでしょいや、最近はちょっともう、あの、クリアもしない。まだ、あ、竜がごとくはしてますけど。ああ<ー>。あの、もうやりたくなくなったらすぐやめちゃうみたいな傾向がもう今、最高潮になってて。なるほど。ちょっと 1>, 1回だけやってやめたゲームなんかもう山ほどありますね今いやーそうですよねうん「あのまあ、マリオ・ワンダー」とかも最近発売されたんですけど、まあ、それも1回だけやって、はい、ある程度まあ45時間とか多分やったんかなぐらいで <laughs> なんか続きをやる気が起きねえなみたいな <laughs> まあそればっかりはね起きる起きないの問題じゃあその点では龍河孝都はすごいですねちゃんと <laughs> 続きをやるっていう気持ちになって、そうあの配信街で残層とか行きたいときは配信外でやろうみたいな <laughs> <laughs> 感じで一応やってましたね。リュウアゴとかすごいですよもうなんかあのセブンまで出てるんですけど今。はい。そのセブンは主人公が変わったんですね。そうですねで。でも元々の主人公であるその六までの主人公の人キリュウさんって人がいるんですけど。 はい、その人がじゃあセブンの間何してたのみたいな外伝がで出たんかなもうほ<ー>出ててそれもまあ多分ボリューミーだろうしうん来年の1月かなには8が出るんですよねもうもうなんかドラクエみたいなダンバリング数になってますね <laughs> もうドラクエどころじゃないぐらいのペースで出てんですよねなかなかないですよね最近のゲームでそんだけダンバリングが続くゲームってうーん 外伝も出し終るし、なんか何やったら維新とかも出てますしね、明治維新ら辺の、あの、新選組みたいな感じのやつになぜか桐生さんが噴して、その時代の、まあ、時代劇みたいなことをしてる、まあ、あれ謎なんだよな。桐生さんやのになんで明治維新なのみたいな。<laughs> <laughs> 明治維新じゃないか、あれ、あの、新選組か。のやつ、配役としてやってる劇みたいなやつとかあったり。はいはいはい。 僕はなんかあの北斗の剣のキャラクターが龍河とくみたいなことをするみたいなゲームもあったり <laughs> へえ<ー>うん謎なんですよね展開がすごいというかさすがに全部は手出せないなみたいな、うん、へえまあもうだから <laughs> セガでしたっけそうですねセガの一つの稼ぎ頭になったんでしょうね、うん でもちょっとそろそろねあのゲームラッシュが始まりましてその始まってるんですねあのニンテンドーダイレクトがまあ結構な頻度でやってると思うんですけどはいあの前の前のニンテンドーダイレクトをまあちょっと注目しまして俺はいあの前の前の、まあ、そのニンテンドーダイレクトってまあニンテンドーがこういうの出ますよみたいな感じのこう,こう発表会みたいなねはいやつでネットでも見れるんですけど まそれ自体を見るのがあんま好きじゃないんですよ。俺、その情報量、時間あたりの情報量薄いな、みたいな。なるほど。なんで、後から一覧でこういうの出ます、みたいなのをパーって見て。はい。そういうのもちゃんと人間の用意してて。はい。そういう人向けなんかわかんないですけど。はい。で、それを上から順番に見て、面白そうやったら片っ端から買ってみたんですよ。はい。でも、それって、あの、発表会だから、発売してないものというか、まだこれから発売しますよ、ものばっかりなんで。そうですね。で バーって買うだけ買って、あとでその、届く日一覧を見たら、その、買った日タイミングが6月とかなんですよね。ああ、そうか。なのに、発売日がもう大体11月とか、12月とか、あの、いうのが多くて。で、その先ぶレみたいなやつに、ようやくマリオ・ワンダーが最近届いたみたいな。なるほど。クリスマス商戦ですね。<laughs> そうそう。で、これからラッシュなんですよ。 11月になりましたがそんな任天堂タイトルで <laughs> あるんですねああまあ任天堂そのスイッチでも出ますみたいなゲームも扱われるというかなるほどなんでまず今日届いたんですけど「あのはい、スター・オーシャンセカンド・ストーリー・リメイク」はい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 「まあ、スター・オーシャンの2」ですねプレステ、うん、初代プレステ出たゲームで俺めちゃくちゃやってたんですけど、うん、あそれはいいですねそ,うそれが今今日届いてあの今、うん 隣にありますそれが始まり、でこれからはあの桃鉄だの。はあ<ー>。えー、なんだええー、もうめっちゃ遠くんですよ。なんで、それをやってたら多分1年が終わる。<laughs> まあ <laughs> RPG があればそれはもうかかりますよね。それにレビンさん結構。うん 回収する方でしょう、うん、めちゃめちゃします。<laughs> ううですよね。うん、スター・オーシャン・ゼカンド・ストーリー、勝手な想像ですけど、そういう回収要素がいっぱいある時代のゲームじゃないですか。あのー、取り逃したら二度と取れないみたいなやつとかもあるやつですね。一番よくない時代ですね。<laughs> 回収をなんかバカにさせない時代ですよね。うん、<laughs> ここの、もう、絶対にわからない隠し通路の先にある宝箱とかあるやつですよ。 <laughs> そう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 い,いう時期ってそうそうそう。時期そそそ今新しいゲームでそんなやらしい回収用意しないのがなんかお作法みたいなふうになってますけど昔はもう何でもありでしたもんねそう,、うん、そう今じゃ考えられないですけどあのあれあるじゃないですかあの宝箱わかりやすい場所にある宝箱があってそれを今開けずになんかストーリーがある程度進んでから開けるといいものに変わってるみたいな。 ね、もう意地悪の極みですよね。<laughs> そういうのはあるタイプですね。もうだから敵全、全部の敵ユニットに盗むをやらなきゃいけない <laughs> そ,うそ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 う。<laughs> ジャンクションとかやってこう、なんか召喚時の元みたいな取らないといけないとかね。<laughs> あもう256分の1でしか出現しない敵から盗めるアイテムみたいなね。悪ふざけですよね。<laughs> 今じゃちょっとなかなかない設定ですよねうんまあそうですね多分、うんうん、減ったと思いますよそういうのねまあそれをいや俺はインシエのゲームプレイヤーだからそれがいいんだっていうほどでもないんですよ俺 <laughs> そうなんですかいやだるいけどやらざるをえんからやってるみたいな <laughs> 呪いですね <laughs> ぐらいの気持ちでやってるんでね、なんか、開口開口優越感にも浸れないというか。ああ<ー>、うん、感じはありますけど、まあ、とりあえずゲームラッシュが始まりますね、これから。僕はあんまりだから、そういうリメイクゲームではーッとなれるぐらい、その貯金、貯金、うん、そういう思い出の貯蓄がないから、うん、その点では、ドラクエ3が一番そうなんですけど。 おドラクエ3の HD リマスターが、うん、なんか随分前にもう 2, 2年ぐらい前に発表されてこう音沙汰がないんですよ、ね、<laughs> なるほどあの「ライブ・アライブ」のリメイクよりも発表は前だったんですよ <laughs> 制作中ですみたいな <laughs> もとっくに出ましたよね「ライブ・アライブ」そう「ライブ・アライブ」はなんか爆速では <laughs> なんか発売までこぎつけたのに「あれドラクエ3発表されてたやつ<ー>あれなんだったの?」みたいな<ー>置き換わったみたいな堀井がご寝てるんですかね いやマジで多分スタッフを全員そっちに注ぎ込んで、うん、結局なんか帰らなかったんじゃないかなみたいなうん雄 <laughs>、うん、がもういやこれじゃダメだみたいな陶芸家みたいなことしてんですかねよくわかんないですよねもはやそろそろ関わってないんじゃないかなとも思うんですけどね <laughs> いやでもイタスト早く出してほしいのに出さんしなイタストなんて出るんですかいやスイッチで出てないのおかしいでしょでも でもしばらく出てないですよ、もう多分。Wii U、Wii U とかですかね、最後。Wii U も出てないですよね、多分。出てないのかな多分 Wii で出たのが最後で。でもうあれ、堀井が止めてないと出てますよ、絶対。堀井がなんかしてんすよ、多分。<laughs> もうやることないと見なされたんじゃないかなっていうのは思わないでもないです、ね、いや、もうマリオとかドラクエとか FF のキャラ出して、わ、わきゃ今までの通りにやってくれたらいいんですよ、俺は。<laughs> いやわかります消費者ってそういう気持ちになりますけどね、うん、でも多分作り手側は何か変えなきゃ新しいものを用意しなきゃみたいな風になって、うん、結果余計なことするみたいなことが通例ですよねそうそれで言うとね「あの試,練ストや試練6」でみんなが注目してるのは「夜はあるのか」っていうこのワードがあるんですけどキーワードというか。 なんだそれはって感じだと思うんですけど、知らん人からすると。そうですね、確かに。あの、試練3か4あたりからね、その、お昼と夜っていうシステムが導入されまして、うん、で全然その、時間経過で、その、切り替わるんですね、昼と夜が。うんうん、でその夜がね、もう面白くないというか、そのうん、夜になると敵が全員変貌して、なんか夜、うん、守るとか、なんかそういうのが変わるんですよ。はいはい そいつらに通常攻撃全然特殊な技をかけないと倒せないみたいなねいらないですよね状態そううでそれがもう345たりでずっとあってそれがああずっとなんだ、うん、で昼の盾夜の盾みたいなその盾があってその昼に強い盾とかはい、はい、夜に強い盾<ー>で確かねどっかの4か5の最強の盾が昼の盾なんですようん、うん、結果的に昼の盾が一番強くなっちゃうみたいな うん。もういい、もういい、みたいな。<laughs> なんかすごいシステムにか、<laughs> なんかそういう最強とかの部分にまで食い込んでくるの不愉快ですね。<laughs> もう風魔の盾が最強でいいんだよ、みたいな。<laughs> 感じでね、その6では、そのスタッフもさすがに思い知ったのか、なんか夜はないって明言してるらしい。あ、それは嬉しいお知らせです、ね。でもみんなは疑心暗鬼になって、じゃあ夕方があるんじゃないか、みたいな。<laughs> <laughs> ことを言い出してる始末であれはうんそうなんですよでそれもねまああるということでそれも楽しみなんですけどちょっとやっぱ今までの、うん、こだわりみたいなのを捨ててもパッと出してほしいですけど <laughs> 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 いうゲームまあまあうんそういうねやっぱ昔ながらのゲームで今でも続きが楽しみだみたいなふうになれるの、うん ゲームがあるのはねどんどんやっていきたいんでそうですね <laughs> あとまあ「海ミネコの泣く頃に」のスイッチ版も最近買いましてねあれはボイスついてるんですかそうフルボイスなんですけどああいいですねあのウのネコの泣く頃に大好きで原作コミケのたびに竜吉0 7んっていう方が、はいまあ、コミケのたび、まあ、たまに飛ばす時もあったかなあの1年後ですみたいな。 あったけど、はい、まお、あ、右の度にエピソードが発表されて全8作みたいな。はいで、それがまとめられたものがまああってね。それ元も々も当然原作をやってて、うん、で steam にあったんでそれ買ってやってみたんですけど、はい、あの絵が変わってるだけで声はなかったんですよね。スチームのやつちょっとしょぼいですよね。うん、あんまり画面変わりもないし、本当に絵が差し替えられてるだけみたいなやつでしたね。うん、まあ、でもそれも買ってある程度やって。 はい、で、スイッチ版のフルボイスのやつにも手出すかって言って最近買ってうん、うん、で、声を堪能してたんですけどいいですねでウミネコまあ複雑な話なんですよすごいはいなんでなんかどあれどういう話やったっけっていうのを忘れかけてて確かにちょうどいいちょうどいい感じで忘れれますよねあの話 <laughs>、うんうん、でなんかまあ好きなとこだけかいつまんでやってるんですけどさすがにはい、い。今ねであれ これって真相どうだったんだっけと思って、最近またちょっと調べたりしたんですよ、いろいろ。ああ、あるある。で、ああ、そうだった、そうだった、みたいなことを思って、あっ <laughs>、ミネコは神作品って思っ <laughs> <laughs> なんてすごい作品なんだって、まだちょっと思ってますね、今。わかりますね。あれ、ほんま、なんかエピソード8で、なんか全然その、まあ、言うたらちょっと種明かしあんましてくれなかったんですよ。まあまあ、そうですね。 で、それで俺は、あの、それやった時の衝撃が忘れられなくて、あの、クソだクソだって言ってたんですけど、うん,う,んうん。まあ、漫画版では修正があるよみたいな修正というか補足があるよえ。それ、漫画版お読みになってないんですかないんですよ。あらー。あの、作品は作品として発表されたやつの中で完結すべきみたいな、異地なとこがあって。まあまあまあ、<laughs> 確かにちょっと逸脱してるところはありますけどね。うん。なんか作者インタビューとかまで追わないといけないみたいなやつって嫌じゃないですか、ちょっと。わかります。なんで そういう個人でいたんですけど、まあ、あのー、でまあ、でも言うて考察とかを求めるわけですよ。あのーうん、ちょっと自分では、あのー、消化しきれなかったんで人の助けをかれるかみたいな。でそれで整理してくれてる人のサイズとか見るたびに、ああ、神作品みたいな。そうなのだとしたら、俺はなんてことを思っていたんだみたいな。<laughs> ぐらいにね、あの、コロッと手のひら変わりまして。 そのやっぱり考察サイトをエンタメに消化したものだと思ってみると、うんうん、漫画版面白いですよ。うん、まあしかも別にそこまでいや僕は漫画版で全部読んだんですけど、あなるほどそこまでなんか余計ななんかものをことを言ってるようにも感じないですし、う完、ん、いい塩梅だと僕は思いますね。うん、なるほどでも海猫コンプリートになるかもしれないですね。そのいやコンプリートした方がいいですよ。漫画版面白いですよ。<laughs> なるほどなるほど。<laughs> 原作もやり、新版もやり、えー、スイッチ版もやり、漫画も読んだら、多分コンプリートだと思うんですよ。スロットも。アニメがあります、アニメが。ああ、なるほど。<laughs> スロットも売ってるしね。<laughs> いいですね、それはコンプリート。じゃあ、あとは、あの格ゲーもやりましょう。<laughs> <laughs> なんかあの、スイッチ版についてるらしいんですけどね、あのコードみたいなのが。なんか僕も、なんかについてきてや、やりましたね、格芸のやつ。あ あのそうですね。で、あのスロットはね、あのー、まあちょっとヨタ話に聞こえるかもしれないですけど、実は、スロット版限定の映像とかもあるんで。なるほど。実はなんか、アニメが追いついてなかったせいで、あの独自に作ったところとかあって、金あんな、みたいな、<ー> <laughs> 思ってたんですけど、それは見たりしましたね。うん、確かにもう、漫画版はよく勧められるんで、買おうかな。まあ、ちょっっとね、やっぱり長いのでた。 うん、関数揃えるとなるとお高いのでいやー数万ぐらいしそうですね全部しますします、うんまあ、エピソードが結構分かれ細々と分かれてるから 1>, かなんか1エピソードごとに考えるとあ10巻ずつかみたいな感じになりますけど、うん、全部合わせたらあれみたいな、うん、<laughs> ドラゴンボールよりあるなみたいな感じになっちゃうのでそうですよね <laughs> 考えないと、うん、そうですね最近あの漫画で言うとまあ俺ツイッターの 漫画アプリ宣伝ってよくあるじゃないですか。はい。あれに結構ホイホイいっちゃうタイプで。うんうん。まあ、あの、Kindle にその、そのアプリそのまま入れるんじゃなくて、Kindle で探しちゃうんですけど。ありますね。最近気になったやつで、えっとね、ちょっとど、どうやって、三日本三国三ああ<ー>。三国日本やったか、ちょっとどっちか忘れたんですけど。はいはいはい。 まあ 3, 3つの国の日本みたいなやつが気になって、はい、ちょっとついさっきまであの1巻読んでたんですよえー、あれ面白いですねなかなかあれなんか話題になってましたねああ話題になってなんか本屋大賞じゃねえわこの漫画がすごいかなうん他、うん、にも何かまあでも、うん、そうですね俺がサムネで見たのはなんか ちょっとできそうな青年がなんか妻ぶっ殺されてみたいなあの、独<ー>裁者みたいなやつに、ね、それサムネで出てるんですけどそのツイッターの宣伝のえどういうことみたいなその、うん、前にねそれで思ったんですけどなんか悪役がめっちゃ悪役もうほんま暴君がのさばってるみたいな作品もちょっと見てみたいなと思ってあ<ー>なんか暴君って大体討伐されるじゃないですかはい。 でもなんか、暴君が暴君のままいる作品ってないんかなみたいな。なるほど。って思ってて、なんかそれにちょっと引っかかったというか。へえ<ー>。あ、これそうっぽいのかなみたいな感じで読み始めたんですけど。<laughs> まあ、ちょっとなんかキングダムっぽい感じなんで、ちょっとか、あの、俺的には肩透かしみたいな感じだったんですけど。なるほど。要はあの、立身、あの、熱意に燃える青年が、その、 悪辣な政府とか支配者をどうにかするために頑張り物語みたいな感じっぽいんであちょ,ちょっと違うけどまあそこはこれって面白いなみたいなまあ「日本三国」だと思いますけどタイトル確か、うん、あれは三,三国史をベースにしてるやつですよね多分あそうなんですかそうだとしか考えられないんですけどまあ,あの構造というかはそうですけど乏しい知識ではうん、うん <laughs> あの日本が、まあ、今の連、あのー、延長線上というか今の現代日本の令和晩年みたいな感じなんですか日本はもうめちゃめちゃ衰退しましたみたいなその今日本があの終わった終わったって言われてるやつがマジで全部現実になったみたいなうん <laughs> アメリカとかにも経済中国とかインドとかに経済的に完全に負けはい、はい、なんか知らんけど暴動が大きいもうみるみる衰退してって3つに分かれましたみたいな。 ああ。<laughs> 感じのとこから始まって。はい。というあの話で、まあその3つのうちの1つの国の田舎で暮らしてた青年が若くして結婚してたけど、そのその国のトップみたいなやつが遊びに来たときに何か気まぐれに妻殺されたみたいな。なるほど。うん。とこから始まるやつで、結構その俺その悪役のやつが好きなんですよ。うん<ー>。<laughs> <laughs> なんか、必ずね、指をね、1、2、3、4、5のどれかにしながら登場するんですよ。1ってまあ指1本人差し指で出,出るとかピースしてるか3にしてるかみたいな、はい、<laughs> V とかしながらそいつ処刑でみたいな,なるほど <laughs> ことを言ってる愉快なやつなんですけど、はい、こいつにのさばってほしいなと思いながら呼んでたんですけど <laughs> まあどうやら倒されるんじゃないかなって感じになってきました。<laughs> <laughs> うんあれ楽しいっすわ漫画では僕は最近俺はてっぺいを読んでますね、うん、ほうこれはあの千葉哲也先生の昔の名作なんですけどあ <laughs> んははは自信のいや僕はずっとおんこ自信する人間になっていこうかな <laughs> うーんああ 剣道漫画ですね千葉哲也先生の,そのスポーツ漫画の伝る中の剣道バージョン。な,なんかあんまり僕詳しく知らなかったんですけど本当にこの人は当時のスポーツ、うん、スポコンをコンプリートした先生だったんだなっていうことをようやく知りつつありますね。<ー>なんか俺はてっぺんのラストのところにラストというか毎回最後の広告欄に。 その並んでるタイトルがもうなんかありとあらゆるスポーツものなんですよ。ボクシングの「明日のジョー」があり、うん、相撲があり、うん、ゴルフがあり、うん、でこの剣道があり<ー>なんかでも新当時の当時はそんなに流行ってなかったから、うん、それだからちょっと昔ながらの武道系のそのスポーツは全部<ー>全部だなっていう。<laughs> あ千葉哲也さんって今なんかウキペディア見てますけどえあれもこれももこみたいな感じですねそうですねすごい人だへえやっぱりね作品もなんか面白いですよお<ー>当時の、うん、そのなんか無鉄砲ものというかとんでもないやつだ、うん、みたいなものを描いてるわけですけどうんうん、うん 当時のや,やばい人を描いてるから、今からしたら和をかけてやばいんですよ。なるほど。あちょっと当時のそのやばい倫理観の中でやばい人を描いてるから、そういう意味でも二重に面白く熟成された面白さがありますね、<laughs> 俺はてって。なるほど。いや、昔ってやばいっすよね、<laughs> ほんまに。 いや本当にそうですよ俺はあの最近、まあ、ちょっとなんかいろんな動画とか見たやつからこれ調べたいなと思ったのにポンジスキームってあると思うんですけどあの分かんないですねあ金融の詐欺の用語で<ー>あの、はい、例えば投資俺1000万人預けてくれたらもう月々10%あげますよみたいな、はい、俺は投資で稼げるんでそれ以上に。 皆さんには10%還元しますよみたいな月利10%ってえげつないじゃないですかうん、うん、で1,000万とかでバーって集めてでその通りに振り込まれるんですよ100万円とかへえ<ー>すげえなと思ったらそれ何のことはないあの金集めたやつをそのまんま出してるだけなんですよでも最初なんかいっぱい集めてたらその猶予があるじゃないですか10%でも100%になるには10か月かかるというか,う、ね、かだからそれである程度集まったらピーって逃げちゃうみたいな うんやうポンジスキームっていうとポンジさんって人がまあやったのが有名なんでそういう名前になってるんですけどそれ調べててでポンジスキームみたいな詐欺ってまあ今でも結構あるんですけど、はい、なんか昔ってどういう事件あったんやろうなと思ってたらなんかその光クラブ事件みたいな,なんか、はい、結構日本の昔昭和2030年ぐらいのやつがあって、はい、それもなんか東京大学生 東京大学の学生が始めた企業でそれが行われたみたいな。うんうん、で、その社長の人、その東大生の、社長の人のエピソードを見たら、うん、なんか、どっかやったっけな陸軍とかに入って、そこの上司が、なんか、演習中に、なんか、その、社長の人の同僚、あの同学年のやつをぶっ殺しちゃったんですって。<ー>で、それを黙ってるように言って。 <laughs> その社長に。はい、でなんかそれに従わされてで他ではなんか詐欺のその上官に詐欺の片棒活がされてでなんかそいつだけ逮捕されたんですけど、はい、なんかカバって何も言わんかったのにその上官はもう見ぬふりというかあの報酬<ー>約束の報酬もくれなかったみたいな。<laughs> でその社長はなんか世の中人間は基本に悪だみたいなことを衣装に書くみたいな。 <laughs> ことととやっってていやす黙っとけとか人殺しでも黙っとけとかいう上司とかいるんだみたいな <laughs> スポコンじゃないですけどそのちょっとこう大会系のノリのなんか属性じゃないですかいやそうですよねそんなこと横行してんだみたいなやっぱりちょっとその今よりも個人主義が薄くて集団というか組合の、うん 中における個人の権力が弱かっった時代ってことなんですかね、うん。にしてもなんか発想がすごいというか, <laughs> <laughs> だからそんなんが横行して,てまあさすがにその漫画が描かれてた時代とかはそれよりだいぶ後だからまだ何を潜めてるもののノリはずっと継続してますよ、ね、ちょっとねまだいやそうですねでもやっぱそういうものがある程度日常としてあった、うんうん うん、子供時代を経ていたりとか、うんうん、そういう人だったりする人が描く作品ってやっぱ出てきますよねそうねあの我々大好きあの柔道物語だってお初とか言ってま、はいはい、まくってますもんねああ,ああいうのが面白いですよね、はい、柔道物語とかの時代の作品って<笑><笑>そうですね千葉哲也作品もまさしくだからああいうあ<ー>今ではありえないスポコンの常識みたいなものが垣間見えるのが楽しいんですけどうん、うん 学校における教員の絶対的な権力とかね <laughs> そうね <laughs> 市内でしばき回すのが当たり前ですから、うん、あまあでもまあぜひは置いといて見てるとまあ面白いは面白いですよね <laughs> いや面白いですねもの <laughs> 珍しさも加わってきてるというか最近はその面白さにそうただ柔道物語はそこにあって、うん、あれは すごく近代的なのが当時の面白だったところが変わってるんですよね。<ー>柔道物語って顧問の,の先生、元プロの人が、はい、俺は頑張らないでプロになった人間,で人間だ<ー>お前も、お前たちも頑張らないでいいみたいなこと言い出すじゃないですか。はい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 。あれが当時のスポーコンに対するアンチテーデで。なるほど。それが受けた作品でもあるんですよね。ああ、じゃあちょっと時代の変わり目みたいな予兆が見えるんだ、うん、そこに。いや、めちゃくちゃそうですよ。なるほど。 逆にそうじゃない系の作品はも,、うん、もっとすごい <laughs> ああそうだね確かにだか,だから俺も柔道物語楽しめてるんであのスポコン実は楽しめるあの素地はあるというか <laughs> 柔道だとね <laughs>、うん、その親近感もあるでしょうしねうんいやでもちょっとその昔のスポコンちょっと惹かれるもんありますね ミだって野球漫画で読んだことあるの、うん、な,ないんですか野球は、うーん、ちゃんと読んだことはないですね、なんか、あの、な太一、山田太一みたいな、ああ、ペナントレース、山田太一の奇跡みたいなやつですやつとかは、連載してたんで、あのその時き、たぶん、一瞬、ジャンプ買ってて、ちょっと読んだりとかしてましたね。えー、うん 野球漫画はもうガッサガッサあるから、うん、<laughs> と昔だったらさらに今でもいっぱいありますけどやっぱねそういうその辺だったら、うん、いくらでも見つけられますよね多分、うん、柔道漫画は珍しいですけどね俺はその温厚地心な昴生さんに対して割とちょっと現代的なやつまあツイッターで見てるからねツイッターで広告に惹かれてやからまあ自然とそうなるんですけど やね。他に気になったのがね、なんかあの、卑弥呼とクレオパトラが戦ってる漫画があって。はあはあはあ、何やったっけな、あれ、神、なんかよく分かんないんだけど、神が、人間ん、神が戦う漫画なんだ。<laughs> うんうんうん。「週末のワルキューレとかいうのと、作画の人が同じなんかな。ああ、ではないんですね。なんか話を聞く限り、週末のワルキューレだって思ってたんですけど。<laughs> なんか違うみたいで。 なるほど俺その辺の背景全然分かんないんですけどそれをんか読んでてちょっと読みたくなりましたね本編はいいですね、うん、いやーなんか、うん、やっぱり僕そういう素直な感性が失われてしまったんですよね <laughs> <laughs> ひねくれがゆえなんですよ僕の温骨知新は結局のところ<ー>もう新しめの漫画に金脈はないみたいな決めつけを早々にしてしまったせいでうん 古い漫画ってまあ当然のように今の漫画とは違った手触りがあって、うん、それになんか異常な価値を感じてしまってるんですよね手をなんか決めつけてしまってる部分があって、うんうん、それは非常に良くないんですけどねなるほど割と素直に楽しあ、西尾維新性を感じるんですよねそういうのってはい,はい、はい、西尾維新ってちょっとこうちょっとおふざけがあるというかそのなんつうんだろう ちょっとこう世の中をバカに、バカにしてるというか、感じを感じてて、これちょっと言葉にしにくいんですけど、はい。何やろうな。例えばその、さっき読んだそのクレオパトラと、えー、ヒミコのやつとかやと、なんかクレオパトラが美しすぎて、あのー、なんかヒミコの腕にねじれろとか言うんですよ。じゃあ、ヒミコの肉体はその、美しい人に言われたからねじれるんですよ、腕が。なるほど。もう あなた、お前の肉体を私にひれ伏しているみたいなことを言って。はい。何それみたいな。<laughs> <laughs> なんかそういう、こう、なんか、なんていうのな。こう、こうだからこうって、その部分だけ言われたらわかるとか、だから美しい人にひれ伏すっていうことが存在するのはわかると。うん。で、そいつに言われたら言うことを聞いちゃうってのもわかる。けど、肉体にそれ言ってそうなるって何みたいな。 はいはいはいでもそのなんかパーツだけはわかるみたいなその言ってることの、うん、でそれをつなぎ合わせて訳わ,わからんことが起きるみたいな結構好きなんですよ俺えー、で西尾維新なんかそういうのの俺の中で源流なんですよねあでも確かにそんな感じの今言われてる現象は西尾維新っぽいなとは思いましたうん,うん、うん、言葉遊びですもんねそうで昔好きだったそへんてこ推理小説みたいなやつとかもなんかその こう、願ったからこうなんだみたいなとか、そのトニックがこうなってしまうみたいなとか、清涼院流水とかもなんか言葉遊びなんですけど、結構。うんうん、そういうの結構好きだったんで、なんかそういう経営のやつ、今でもちょっと脈々とあるというか、漫画とかの中に。へ<ー>で、それが散りばめられてると、おおふざけとるなって感じで好きになっちゃうみたいな。とかあって、割とそこは俺の現代エンタメに対するこう、 ハーケンが打ち込まれてるというか足場になってるというかなるほど食い下がれる手がかりですね僕はあれですね新しい漫画に食い下がる手がかりは、うん、あのそのうん、うん、えっとなエッセイ性<ー>エッセイ系の要素が一つの手がかりになって何、うん、とか新しめの漫画も 読めてますね。<ー>エッセイ要素がない。新しい漫画で読んでるやつ。マジでほとんどない。<laughs> <laughs> エッセイ要素があるやつだったらマジで5作ぐらい追ってるんでなかなかいっぱい読めてるんですけど、あのクズ生活みたいなのとかってことですか？まあ、それもそうです。し、うん、割とまあキラキラ系でも全然。へ<ー>へ あやっぱり現実世界におけるあ、うん、こんな感じの暮らし方ってあるんだ班長とかあるじゃないですか一、はい、日外出力班長あれもすごいエッセイ性があるじゃないですか現実を舞台にした独身男性の休日の楽しみみたいな部分がとかもうやっぱそこにもエッセイ性を見いだして楽しめてるしへ<ー>あと最近は税金で買った本っていうあの図書館の、うん、で働く人の漫画へー とかあ<ー>あ職業漫画って大体エッセイっぽい部分でそういうのとかやっぱ面白いですねあ,あ俺も好きですねそういうのうんなるほどその手のねエッセイ要素が、うん、だからさっき言ってたレミンさんのその卑弥呼対クレオパトラみたいなのはもうダメですね僕はエッセイ性がどこにもない <laughs> あ,あファンタジーの塊みたいな <laughs> <laughs> そうなんですよね、うん、スポーツ漫画も僕エッセイ性に惹かれてるんですよ どこか現実にこんなやつがいてみたいなこういう人間の生き方こういう人間の日常みたいな部分があるから面白いのであって多分卑弥呼クレオパトラは多分それらに日常は皆無だと思うんですよね。と闘技場に現れてわっと戦ってどっちかが死んでやったでおしまいだと思うんですけどそいつらの日常とかが描かれるんだったらまだとっかかりになりますけどちょっとやっぱり違ってくるんでしょうね。なるほど あなんでまあ結構あの X かっこツイッターの広告は俺に助けになってるというかああ面白そうみたいなのをきっかけになってますねうんうん、うんうん、でも音句自信も良さそうだなちょっとスポコン興味出てきたな結構読んでないんで<ー>その柴哲也先生の有名作の,その「の明日のジョー」とかもう読んでないし、はい、なまあ初めの一歩ぐらいですかねギリギリ読んだの。 あの千葉哲太先生じゃないと思うんですけどそうですねあのスポコンで読んだという意味では、まあ、格闘技は分かりやすくていいですよね野球漫画って野球のルール細かくしてないと何も,も分かんないんですよ、うんうん、確かに <laughs> <laughs> あ全然分かんないな俺も、まあ、相撲ボクシング剣道は分かりやすかったですけど、うん、結構野球漫画読もうと頑張って ところどころ、うん、あらあえー、それは知らなかったなみたいなことが多く,多くて結構大変な時はありますねなるほどうんうんでまあ俺は主にゲームを中心にまあちょっと若干のエンタメに触れていってる感じですかね最近、うん、なるほどじゃあそうそうお便りいきますかはいはい <laughs> えー、そうそう最近あのねあの通シえッ、ー、とスピンオフラジオの方にたくさんの方で出ていただいてるんですけど、はい、なんかあのお便りくれてる人も結構出てくれてるみたいでああ確かに言われてみればそうですよねあの我々の界で有名なあの青年漫画家さんとかもはい、はい、<laughs> 確か出て。 あの同一人物だよな同一人物だと思う人が出たりててう多分そうですねしてて結構あのあこんな人だっだっていう <laughs> あのところがあの見えてきますねま、うん、<で>あ出たとして、うん、お便りもお便りで送ってほしいですねうんうん、うん、そうですねいや送ってくれてますよおーええー じゃあ、例えばもう、その、まさに青年漫画家さんから来てるやつをちょっといきますね。<laughs> よし、気合を入れなきゃ。<laughs> <laughs> はい。ええー、と、青年漫画家さんからいただきました。はい。エビさん、小之助さん、こんちくわえー、突然ですが、成人向けと一般作品で名義を分けている漫画家についてどう思いますかおお<ー>。作家視点と、えー、読者視点でのデメリット、デメリットを教えてください。私は最近、金作として、 成人向けも仕事の視野に入れようと成人向けの名義を新しく作りましたしかし思うほど成人向けを書く意欲がなさすぎてスケブや SNS のアカウントを新しく作り放置しています年末から一般向けで連載のお話をいただいたこともあり成人向けの方はスケブが来ない限り書かないかもしれないくらいになってしまいました名義を分けたのは一般作と一緒に成人向けがあると恥ずかしいからです、うん 一般作の SNS アカウントから成人向けへの誘導をするなどはしていますが、え全然運用予定がなくなってしまいました。また成人向けが書きたくなったら赤を運用しようぐらいの気持ちにいるのですが、えー、無理に成人向け漫画を書こうとするとなんだか心が辛くなります。コウノスケさんにお聞きしたいのですが、成人向けを書いていた時に辛かったエピソード、またそれを乗り越えたエピソードがありましたらお聞きしたいです。 ラジオを毎日のお供にさせていただいてとても助かっていますとうんいうことですね。いや、これすごくまっとうかつ僕に刺さるお便りでしたね。へえ。まさしく成人向けと一般向けで名義を分けていて、うん、で、結構同じような悩みを抱えてる方でもあるので。へえ。そうなんですね。メリット、デメリットとかって。 メメリットデメリッットトんで分けるまあ、うん、まあ多分だけどだからこれは分けないメリットがないというかその分けた方が絶対にあらゆる面でいいことが多すぎるというかへ<ー>だって見たくないわけじゃないですか別にだから僕がその特殊なものを書いてるかどうかにかかわらず別に、うん、レヴィンさんが 普通に読んでる漫画があったとして、うん、その人が成人向けも描きますってなったとして、うん、ツイッターをフォローしてた時に突然成人向けの絵が流れてきても別に嬉しくはないでしょうめっちゃありますねそれは <laughs> 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 あの「<laughs> アイマス」とかの二次創作を出てすげえ思うんですけどその日常的漫画そうほのぼのとかキャラクターがかわいいなみたいな感じで見てる、はい 人が急にエロいをかき始めるとあらららみたいなそうでそうになって、ね、エロ全然エロはエロで好きなんですけどなんかいけないものを見てるような気になってというかうんっていうのはありますね。そうなんですよだからまあこれはもう分ける一択だとは思うんですけども。うん、なるほどなるほど。 うん、まあそれはまあ分けたから分けなかったからっていうことは関係なく成人向けって結構維持そん継続するのが難しいジャンルでもあって、うん、へえど,どういう意味で男性だったり性欲が強かったりすればそれが原動力として続けられるんですけども、うんはい、あ各側としてそうはい、はい、なんですけど、うん、やっぱりちょっとその社会的な承認ってこんなに重要だったんだなって思わされますね、うん、へえ なんかそれを書くことで自分の社会的な承認度合いが上がっている実感みたいなものが成人向けの場合は動かないかどころか下がっていく感覚があって、うん、<laughs> あ書けば書くほどなんか自分が異常者になっていくみたいな <laughs> なるほどなんかそれがすごく重くくのしかかってくるんですよね逆に全年齢向け漫画は書いていればそれだけでなんか。 あ,あ,なんかあの日憧れた漫画家の先生に近づけているのかもしれないみたいな気持ちがあったりして、ね、あそういういわゆるその漫画を描きたいのか漫画家になりたいのかみたいな、うん、その夢を叶える上でのうん,、うん、なんか問答があると思うんですけどうん、うん、はあ漫画家になりたいのかも漫画を描きたいのかなるほどね。 それっってていろんんんな局面でであると思うんですよ。うんうん、さんだって多分ゲームを作りたいのかゲームクリエイターになりたいのかみたいな問答わかるありますよねそうですね漠然とゲームを作って生きていきたいっていうのと、うん、あこれこのゲームを作りたいこんなゲームを作りたいっていうのって結構違うじゃないですかそうだねはは確かにそうだねああ言われてみればそううんうん そ,れそういう問答の中にあって、エロ漫画と前年で向け漫画って結構、うん、との帰り,りというか、うん、分かれ目があって、うんうん、漫画家描きたいの欲求だったら、うん、エロ漫画に近づいていくんですけど、漫画家になりたいの欲求だと、エロ漫画ではその漫画家として暮らしてる実感は得られにくいんですよね。そううでししょうねだから結果として 確かに書きたいものは書けてるけど漫画家先生には慣れてないなってなっちゃってちょっとなんかあ自分は漫画を書きたいんじゃなくて漫画家になりたいっていう欲求もあったんだなみたいなうんうんうんっていうことがありますね、まあ、特にこの方はねもう自分でも言ってるこの金作としてって言ってますからねうんうんうんそりゃ普通の漫画を書く方がいいに決まってますよねまあ,あそれはどういうことですかえ普通の漫画を描いて 書くことが金作になってる方がいいに決まってるというか。あそれはそうですよね。うん、実際、金作になるかどうかという面で言うと、うん、エロ漫画の方が金作になったりはするんですけどね。そういう意味でもやっぱり。この方もおそらく、書きたい漫画がエロ漫画方面に実はそんなになかったということでもあって、結果、その。 漫画家でいるためにも、うん、漫画家でいるという自分を確立されするためにも、うん、ちょっとエロ漫画を描くっていうのはそこからちょっと遠のいてしまう部分もあるので、うん、本末さん的にはどっちどういう配分ですかその漫画家になりたいと漫画を描きたいは僕は、うん、漫画を描きたいで描くのが一番なんか正しいやり方だということを信じていて、うん、だから結構僕は横島な感情にその 不,条理不合理に支配されているなってていうのを感じてますね<ー>そのエロ漫画を描いていて幸せを得られる方が健全だと思うんでんか手に入らないものを求めてしまってるなみたいないう感じというか<ー>そのさっき言った漫画家になりたいのか漫画を描きたいのかっていうのは、はい、その漫画家になりたくて漫画家になれる人間は本当はいないという、うん。 そういうなんかあの結論と結びつけて語られる言葉であもう書きたいものを書いてたらそんな漫画家としての名声が得られるわけはないってことですかいや逆ですねあの書きたいものを書いていった結果、はい、人々は漫画家になるのであって漫画家になりたいと思って漫画家になったやつはまずいないっていう発想です。ほうでそれはつまり、うんうん、なんか、 何も生み出すものがないのに生み出してる人間にはなりたいっていう、うん、我が物、うん、をたしなめる言葉なんですよだからさっき言った言葉って。はいはいはい。だからそれを僕は一応心情として持っているので、はい、だから特に成人向け以外で書きたいものが本当にあるわけではないのに、うん、成人向けではないものを書いて、うん、その漫画家としての名声空何か,か内容がないけど名声だけは得たいみたいな。うん そういう感情だけは一丁前に持っていてでも描きたいものは成人向けしかないよね<ー>みたいなはあ<ー>そういうだから矛盾というか手に入らないその漫画家としての名声をずっとなんか見続けながら、うん、でもそれを手に入れられるだけの密じゃ僕には積み上げられないみたいなうん、うん、そういう感じですねなるほどこの多分 お便りりのの方方とは全然違った方向で悩みがありますね、うん。なるほど、はあ、最近はもうあんまり描けてないって感じですか成人向けのいやあのですねだから、はい、そういう意味では成人、うん、向け漫画は、うん、書きたい欲求ばっかりが先行していて、うん、で実際書いてもいるんですけど、うん、その うん、まあそうですね確かに書けてないっていうことになるんですかね、うん、でもほっといたら書きたいんですねもうその純粋には書きたいんですね<の>僕<人>純粋に書きたいのはもうめちゃくちゃ成人向け漫画だと思いますあ<ー> <laughs> ただ、うん、なんかうん、うん、エネルギーを全年齢向け漫画、うん、連載中の漫画に吸わ、うん、れてうん ちょっと書く時間が取れないような書いてる場合じゃないようなって<ー>その理性の方で押しとどめてるっていう感じいやなんか俺の今頭の中にあるやつのケースから考えると全然いいというかその方が。あのあ<ー>書きたいものがあってっていう状態ではあるじゃないですかそのそうですね。そのさっきこの泉を言ってたその漫画家になりたい欲だけがあるみたいな状態って一番やばいというか。うん、そ書きたいいももんなんにもないんだけど、 漫画、うん、人にだけはなりたいみたいなんて一番辛そうだなと思ったんですけどそれよりは全然いいですよねまあそうですね、うん、まあただそれは叶わないんですけどね叶 <laughs> わないっていうのは <laughs> なそれはだからそれを叶えるためには書きたいものじゃないものを書かないといけない僕の場合はかあだから一番いいのは書きたいものがそこと一致していることですよね、うん、ああ。全年齢向けに発表できるものを書きたくてかつ漫画家になりたいっていう気持ちがあればうん,うん,うん、うん、ああそうかそうかだからその辺の適性は本当にそう簡単に選べるものではないと思うのでうん、うん まああるというのは諦める必要はあるんですけどまあその中では僕は恵まれてる方だと思いますけどねうん、うん、書きたいものは別であるのでいやあなるほどうまいことかみ合ってくれてたらなあっていうことをう,うんでもだんだんこうその俺が言った最悪のケースになっていく気がするんですよ年取っていけばいくほどなるほどもう書きたいっていう感じはなくなってきたんだけどまあ俺も若干そうなんですよねゲームに関して なるほど。もうゲームそんなに作りたいってやつです。減ってきたんですよね。目減りしてきて、結構。うんうんうん。あんま作ってる作業をしてる時間も減ってきてるんですけど、なりたい欲だけはあるみたいな。ああー、それはちょっと深刻。<laughs> だから良くねえなーと思って、なんか作りたい欲、いやでもあった、 はずではあって、もともと。なるほど。なんで、それを、なるべく点火しようと、もうライターが、シュッ、シュッってずっとやってるみたいな。つけ火みたいな。感じで、まあ、それが外部刺激というか。そうですね。なんで、なるべく外部刺激に触れたいな、みたいな。うん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 。うん、いや最近、これも思ったんですけど、あの、まあ、ちょっと東京を離れて、その、はい、仕事仲間とかとも離れて、あの、はい、千葉の方にいるだろうも、うん 全然人と会わないんですよね。で、<ー>これ結構ね、地味に聞いて、もう2年、2年は言い過ぎですね。1年半か経ちますけど、はい、聞いてきてるなと思ってて、えー、最近あの、会社に遊びに行ったんですよ。はい。で、昼飯食ってて、そこの。はい。で、その中の一人と一緒にゲーム、作ってるゲームがあるんですよね。進行中の。はいはい。で、俺が結構あの、それを、 まあ俺でボール止まってんだみたいな状態になってて今<ー>俺が作業する番なんだけどちょっと進めれてないみたいなあありましたね<う> <laughs> なんかそういうのがあってでその人と会っていやーちょっとあの件あのもうほんまこの年末頑張ろうと思うんでみたいなこと言ってたんですけど <laughs> でもこれ,これ重要だなと思ってあー確かに人と会うっていうことですねそう一人で奥にいるとまあ連絡しなければしないままじゃないですか 人と触れ合ったりしちゃうとあそういえばやってたしやりたいはずだったしっていうのが思い出されてきたんですよね喋ってるうちにああわかりますそういうのありますね、うん、これ大事だからあんまこもってる場合じゃねえな、うん、というか遠くに <laughs> 確かになんかそこが一みんななんかやる気があっていいなとか、うん、作りたいものをちゃんとはっきり見据えてていいなっていうのをさっき、うん、自分で選択できないものですからみたいなこと言いましたけど、うんうん そうやってうまいことを奮い立ててるんでしょうね多分人々は、うん、あんまこう <laughs> 安いからって言ってピーって遠くに行ってる場合じゃねえなと思ってああめっちゃそれ僕にも刺さりました <laughs> <laughs> なんか刺激の近くにいないとまあより一層離れていっちゃうというかね思いましたね 最近はその成人向け漫画描きたい描きたいってなってて、うん、前年連載中の「後五醐五,五に対してちょっと、うん、ま映画のこともあって、うん、あんまり時間を割けなかった部分もあったんですけど、うん、結構やる気が落ちてたんですけど、うん、で最近ちょっとやる気が復活する兆しがあって、はい、っていうのも、うん、なんかツイッターって一回ちょっとおかしくなったじゃないですか、うん、<laughs> まあ X に移るみたいな話になって。はい その時にエゴサががでできなくなくっっっちゃたたことがあったんですよ API の関係なのか、うん、そのエゴサのサーチの結果の取得数に制限がかかっちゃってありましたね常に5代5代5で検索していた検索結果が毎日見れなくなっちゃって<ー>で感想がちょっと届きづらくなってしまって、うん、っていうのも重なってたんですよね。<ー>それの打開策を最近見いだしてから意図、うん、もたやすくやる気が回復して。<laughs> あ僕ってこんな単純に感想一つに動かされる人間だったのかしらっていうことを思って<ー> <laughs> やっぱりなんか人なんか自分の中から湧き起こるやる気なんていうのは本当にしょうもないもので、うん、外部刺激だなっていいうことを思いましたね、うん、ちゃんとうまく外部刺激を上手に取り込める環境を作るっていうのって、うん、だから自分の欲求自分の作りたいものがあるかないかっていうものを。うん をやっぱり見据えるためにも必要ななことなんでしょうねそうですね。いやー、なんでもほんまこれ以上遠ざかってはいけないなってみたいな。<laughs> 結構引っ越し考えてるんですけど、また。はあはあははあ、はどっちか迷ってんすよね。ちょっと遠ざかるか、東,東京に戻るかみたいな。<laughs> 戻った方がそういう意味ではいいだろうな。なるほど。うん、そうなんか 変な、あの、ちょっと話変わるんですけど、なんかタワーマンスみてえなと思って。えー、<laughs> なんか一回タワーマンス住むっていう実績解除しとこうかなみたいな。<laughs> <laughs> ちょっとそれ気持ち分かります。一 <laughs> 回やってみたいじゃんだから、ね、条件としては必ずコンシェルジュがいることみたいな、一回に。そこの違いは大きいですよね。<laughs> できればジムもあることみたいな。<laughs> なるほどなるほど。これで満たすの難しいんですけど、これ検討してると遠く行っちゃうんですよ。あの、 東京だともうアホみたいに高いんで確かにあのであの俺さらにちょっと東京から離れた側に柏って町がありましてそこ結構栄えてるんですよなるほど、うん、でそこのタワマンだとギリ行けそうかなみたいな<ー>思ってるんだけど遠ざかることにあるんですよねまあそうですよねうんなんで いやむしろ東京でタワマンにいやしかしみたいな <laughs> <laughs> まあ東京にどれほどそのお,お仕事の方と、うん、会える機会が増えるってさっきおっしゃいましたけど、うん、まあそれそれだけかみたいな感じはありますよね、うん、まあそうですねそれは、まあ、もっとよりあればいいですよね、うん、まあそれはやっぱもともとの人脈の構築してなさが現れちゃってることなんですけど <laughs> 例えばまあ まあ、仮に、仮にというか一例ですけど、たけちさんっていう方がいらっしゃると思うんですけど、とかと飲みに行く機会は増えると思うんですよね、例えばね。なるほど。で、なんか飲みに行った時に、たけちさんがなんかこういうの作りたいんですよみたいな話してたら、それも受けるやろうし。たけちさんは結構ね、その辺頑張ってる人ですもんね。うん、そう、去年も冬コミでは漫画が出されてましたし、今回も映画に。 だ出てましたし、なんか漫画塾みたいなのにもね、通われてる上の方なんで、でね、話してたら絶対俺、うん、刺激を受けると思うんですよね。うんうん、とか、まあ、他の方にもね、会うかもしれないし。と思うと、絶対近づいた方が、その機会が増えるんですよ。絶対増える。<laughs> <laughs> じゃあ、東京のタワーマンに住むしかないですね。<laughs> <laughs> いや、俺の言ってる条件やとね、20万台は出さないとダメなんですよ、俺。 <laughs> まあ<賃>そうですよね。うん、なんですけどまあそういうのを思いましてまた悩む要素が増えたって感じですけど。うん、<laughs> まあでも引っ越しはした方がいいと思いますよ。<laughs> いやそれは思いますね今、うん。なんでタワーマンに住むかまあ都内のどっかに住むか。 ーいやー都内僕は割と最近、まあ嬉しいことなんですけど地元の交友関係が復活したので<ー>都内に行くという選択肢が完全に消えてしまったので<ー>そういう意味ではうん、うん、都内を目指そうという気持ちが、うん、選択肢があるのはちょっとうらやましいですね。<ー>で,でまあ地元がに交友があるっていうのもまあ俺もうらやましいですけどね。 まあそれは本当にえがたいものだなと思いますけど、うんうん、やっぱり東京で暮らすという実績を解除する日は来なかったなぁっていう。来なかったなぁなもう、まだあるかもしれないじゃないですか。いやあるとしたらちょっとそれは悲しい出来事と、実続きになりますね。<laughs> 僕が口元のこういう関係からパージされるという。なるほど。<laughs> うんまあ、そうですね。ちょっと刺激に関してとかね、まあ、モチベーションの維持はなかなか、 そうですねこの方もだから成人向け関係を続けていきたいんだったら成人、うん、向けのモチベーションを維持できる何か刺激を求めてみたらどうでしょうかうん僕は成人向けのモチベーションを得るために千葉哲也作品を読んでます、うん、あえあ <laughs> 横島な感情が掻き立てられるんですよね僕はえそうやっぱりね僕昔の絵柄昔の風紀その倫理観がすごく るんですよね性的に。あそうかなるほどそう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 いう部分があるのであ<ー>結局だから僕は性的にくる作品しか全年齢向けに対しても求めていない部分も多少あってエッセイ性はとは別であ<ー>まあだから結果的にやっぱりそういう全年齢向け漫画を読んでいると成人向け。 漫画を描きたくなるというちょっといびつな構造になってるんですけど <laughs> <laughs> なるほど <laughs> あ<ー>まあだからぜひ何かそういうのを見つけてみると政治向け描けることになるかもしれないですねうん、うんうんうん、なるほど、はい、これもうんまあじゃあこれもちょっと触れてみましょうか税金関係ですけど はい <laughs> えー、よみさんから頂きました <laughs> 前回のラジオで税金のお便りがありインボイスに言及されていました僕は奇跡的に出版社とお仕事をさせていただいておりそこからインボイス登録の書類が送られてきました僕は何の手続きもしてないのでやべっと焦りましたしかし内容はインボイスに登録してたら番号を教えてねでもでも登録は強制じゃないしそれにで不利にはしないよこれまで通りだよというものでした 編集に確認すると、うちの作家でインボイス登録してるやつはほぼいないし、ベテランたちが軒並み反対してるからそんな雰囲気じゃない。あと、こっちの仕事増えるからめんどくさいからやらなくていいよと言われました。ツイッターではかなり議論が白熱していたのを見たので、そんなんでいいんだと思ってしまいました。さらに、インボイスの制度で年間2500億円の税金を取るために、毎月人件費が3400億円かかるという記事を見て、なんだかもうわかりません。 お二人はどどううう思われますすかな <laughs> なるほどねね出版社系そういう雰囲気なんです、ね、あ僕も編集に確認したわけではないですけど確かにでもその書類は無視しましたけど、うん、そういう書類は来たんですよ無視しましたけど何も言われなかったんでうんこういう事態があったんだなっていうのは今感じましたう<ー>ん <laughs> まあ俺も言ってくるような取引先はいないで、ね。 うんあんま関係ないなって感じで何もしてないですよこれも。<laughs> これって僕はあんまり把握できてないんですけど、うん、つまりはだからその、うん、一番末端の個人事業主が支払うべき消費税を、うんうん、そういう発注者側が納税する形にこの場合はなったっていうことなんですよね。うんうんうん、えっ、ー、と多分ちょっと違くてあのなんちゃうのな えー、領収書とか発行したときに、うん。あの、領収書にインボイス登録事業番号みたいなのがないと、うん、なんか、相殺できませんよっていう風になったんですよね、多分。うんうんうん。なんで、あの、出版社は、まあ、原稿料を渡して、それの領収書とかもらうと思うんですけど、うんうん。それになんかその、番号がないと、向こうは、その、 経費の総裁ができないというか。これまででどうなってたんですかねこれまでは何でも領収書やったら経費にできた。はあ。けど、その作家からもらう領収書とかに、が、その総裁できなくなったというか。なるほど。その企業側、その出版社側も何か買ってるわけじゃないですか、どっかから。はいはいはい。まあなんだろう、机での、パソコンだの、うん。それは、えー、っと、 なんか経費になってんでそ,それにも消費税かかってるじゃないですか。なるほどであの作家からもらう分にも消費税がかかっててその消費税ってダブルで払ってることになるからこう打ち消せるんだけど今まではできてたんだけどそれができなくなるんで番号書いてないと。だからお前登録事、うん、業者になれよみたいなことを圧をかけてくるみたいなパターンがあるけど。 とにかく言わないってことはまあそこの総裁は諦めてるってことでしょうね。まだからちょっとその負担を編集側というか発注者側がすることにした。うん、そう。まあだから結果的に国はその分潤ったってことですよねこれによって。そうですね。どっちがその自腹を切ったかっていうことがまあ関係なく。まあ 結局そういういことですよ、ね、だから増税の時の税金の取る場所を支払う場所をその発注者側と従事者側とでまあ相談して決めてくださいね。受注者側が取るんだったらインボイスなしの関係性。非受注者側が取るんだったらあれ 受注者といいうかもう分かもななくなっちゃいました出版社側が取るならインボイスなしの関係性、漫画家側から取るならインボイスありの関係性でっていう形でまあ2人で相談して決めてねっていうのを国が言ってきているっていうのが現状なわけですよ、ねうん。でも出版社側は特に何も変わらなくてそれやってもらったとしてもその作家側が消費税を払うことになったらその払った分が国に入ると。それが2500億円やねんけど、まあ、当然それってインボイス の番号のデータベースとかをあれ検索可能にしとかないとその番号からほんまにこいつ登録してんのかみたいなのを調べるためのデータベースとかいるじゃないですかうん、うん、はいはいはいそれの提供とかで多分3400億円もかかってるの月に <laughs> まあこの、まあ、記事はちょっといろんなところを切り取ってるような気がしないでもないです、うん、3400ってそんなわけなくないそ <laughs> 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 んなことある 絶対不可視ですよ <laughs> <laughs> だって年間でで超いくやんこれ余裕で <laughs>、ね、こういう批判の仕方は、うん、まあ多分いろいろな方向から批判されてるというのの一つだと思いますけど、うん、まあさっきの話に戻すとだから結局会社側が。うん 負担するか個人側が負担するかっていうのを押しつけ合った結果、うん、まあ会社側が負担するようになったよっていうつまり会社側にとっての増税に落ち着いたよっていう部分がまあ結果的には多いんでしょうね、うん、この件もそうですし我々の肌感覚としてもまあ作家に払ってる額の比率が低いんかもね <laughs> <laughs> あ<ー>出費のうち。 IP 産業とかは。まあでも別にその分、うん、会社側がたくさん税金を納めて、うん、まあ国としては税金がいっぱい集まってうん、うん、普通に、まあ、ちょっとそのねどっちが負担するのっていうことをうん、うん、そういう市場に押し付けて混乱を招いているっていう部分は、まあ今,うん、今我々が。 話しているような混乱が発生している点においてはそうですけど普通に増税の一環ということでとやかくいうことではないのではないだろうかもい、うん、あシンプルに増税してくれよっていう気持ちはありますけどねうん、うん、さっきも言った通り<ー>前も言った通りそうですね最近もらった領収書とかに確かに書いてましたねそのインボイスっぽいその登録者番号みたいなマジで複雑なんだよな <laughs> 入ってたな。うん、あとなんかあのー、しな、何々台みたいなやつに、なんか、まあこれと関係ないと思うけど、インボイスと。あの、引き締めてるとこありましたね。品代は無理です、みたいな。ことを言うところちょっと増えたな。<ー>だから今までは別に何でもよかったんやけど、多分見直して全体を。なるほど。で、なんかそれきっかけで、うん、これは品代はやめなさい、みたいなことを <laughs>。 始めたところがちらほらあるみたいなへえ<ー>、うん、ありましたねえやんしないやねんからって思いますけどそんでなんかそういって複雑化した部分変わった部分って多分まあ戻らないわけじゃないですか、うん、そうね一回やったらね多分こういうインボイスみたいな概念もなんか、うん、今ですらその個人事業主をやろうって思ったらうん、うん 青色申告と白色申告があって、うん、で事業者登録をしなきゃいけなくて、うん、で長く控除のためにはこういう広のがあってみたいな結構いろいろあるじゃないですか、うん、あれも多分元をたたどればものすすごくシンプルだったと思うんですよそれがなんかいろいろ歴史とともに乗っかって乗っかって乗っかってで書類の数が増えて今改めてインボイス事業登録っていうのが増えたと思うんですよね。 これっっってて減らないのって思いの思ますよねずっとマイナンバーもなんか減るどころか若干増えたみたいなところあるじゃないですか。そうですね、マイナンバーで減るのかなみたいなところちょっと期待されてたと思うんですけどん,なんかこれって増税したいんだけど増税だと思われたくなくて <laughs>、うん、結果手続きを半雑化させることによって国の収入は増えるけど増税に見えないみたいな。 なんか、増税隠しのために複雑化してるみたいな。いや,やってますよね。それ、誰も幸せになってないですよね。<laughs> まあでも、しょうがないですよね。もう金がいるから、とにかく。いや、もう増税でいい。<laughs> 全然増税でいい。<laughs> いや、結構、ごまかすと、それなりの効果があるってことですね、だから。その分かりにくくしてると、ね、あれええー、みたいな感じになって、ちょっと怒りがそれるんでしょうね。 いやーもうそらされたな、また <laughs>。またインボイスという形で、なんか変にそらされたな。<laughs> そうだね。ありますね、それは。いや、全然嬉しくないわ。そ <laughs> らされた結果、書類一個増えてるんだもん。<笑><笑>普通に増税してよ <laughs>。ありますね、それ。だからなんか、これはもう、多分だかられ、うん、今、新広告とかに行ったら恐ろしく単純でびっくりするんでしょうね <laughs> うーん。<laughs> でもマイナンバーはね、ちょっとありがたみもあって、はい、あのやっぱ国民番号みたいなやつを、あの結構ね、ツイッチとかで収益、ツイッチに配信移行したんですけど、俺。はいはいはい。あれとか、とか、なんかスチームで例えばゲーム出しますみたいな感じの事業者登録とかしようとするときに、はいまあ、国籍が多国籍で、いろんな国籍であることが前提になってるから、 向こうも管理するときにその国選ばせて、はい、でその国ごとの各国民番号を入れる欄があるんですねはい今までって多分日本なかった時代はマイナンバーはあのアメリカで取ってその番号みたいななるほど感じだったのところがその国の国民番号でいいよみたいな感じのフォームになってるんですね。だからそういう意味でもこう、まあ、それあれば別に俺みたいにあの アメリカの税務署に電話して取らなくてもいいわけですよ。うん。<laughs> 取ったことあるんですけど、俺。うん,うん。まあ、そういう意味では、まあ、国際標準的に必要なものではあったんでしょうね、マイナンバーとか。まあ、そうですよね。そうやって、楽にできる部分が、日本国内でもね、うん、もっと増えてくれたらいいんですけど。うん、そうですね。やっぱだから。うん 今から授業を始める人はいろいろ学ぶことがまた多くて大変ですねうん、はい、じゃあ次あこれねなるほどではおたまさんからいただきましたはい泉さん幸之助さんこんにちは以前、えー、美容は容姿への評価が低ければ低いほど力を入れるべきというお便りが寄せられていましたね、まあ、美容について話したことありましたねはいはい それについてお二人の同,も同意されているようでしたが私は常々逆であると思っていました私は美容やおしゃれは掛け算掛け算だと考えています、うん、素の状態に美容やおしゃれによって掛け算でバフがかかるという具合です素の状態が80点の人に50%のバフがかかると、えー、80×1.5 は120点うん 素の状態の人が30点の人に50%のバフがかかると 30×1.5 は45点。うん、こうしてみると同じバフをかけても、同じ金額をかけても、不細工ほどコスパが悪いです。なるほど。確かにコスパなんて考えず、少しでも点数が上がるように努力すべきだと頭ではわかっているつもりです。ただ私はこの考え方にとらわれるあまり、どうしても美容やおしゃれにお金をかけることをためらっています。この考え方についてどう思われますか <laughs> いや全く同じこと思ってますよこれも。<laughs> ああなるほどなるほど。<laughs> 元が悪いからなみたいなそうですねなんかでも、うん、このそのそ、うん、この120点と45点80点の人に1.5倍で120点、うん、30点の人に1.5倍で45点、うん、これについて思うと、うん、じゃあ人が一番幸せでいられる効率のいい点数帯が、うんうん、僕は まあこれで例えるなら50点ぐらいだと思うんですよ、うん、50点ぐらいのポイントがあれば人は十分幸せに生きられて、うんうん、そこから上はまあ100点でも200点でもまあそんなに幸せは変わらないと。へー いうようなポイントがあると思うんですよ。ある程度、うん、つまり最低レベルという部分。うん、このラインを満たしていれば、人並みの幸せを送れる、うん、あんまり見くびられずに済むみたいなラインー。なんかャンの点数計算が今は頭に浮かんだんですけど、マンガンまではバイバイバイってなってくるんだけど。あそ <laughs> あの、それ以上はハネマンとかちょっと鈍化しちゃうみたいな。<laughs> そ,うそ,うそうそうそう。そのマンガンのラインってことですね。そう,そう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 。<laughs> なるほど、ね。が、うん、割と低い部分に低いところにあると思っていて。うーん。 もちろんそれがめちゃくちゃ高いところにあると仮定したらその目指すべきその高い場所を目指すべき人はもともと80点の人じゃないと届くためにはもう努力量が全然違ってくるわけですけどその目指すべきラインが低いところにあればだからもうその人はもう満たしてる人もいるんですけど何もしずに満たしてる人は満たしてるわけですけど何もしない状態の人でもそこに満たすためには。 何かをしななけければいけないと。うん、何かをすると結構そこにたどり着ける可能性が生まれてくる、うん、逆に言うとよっぽどもう本当によっぽどじゃないとその最低ラインまでどうしても行けませんって人はいないってことですねああそうですねちゃんとこうある程度セオリーに沿ってやってればまあどんな人でも大体行くでしょうってことなんですかねまあそうですよねその最低ラインにはそうその、うん、この最低ラインの考え方ってはい 単にその顔の良し悪しがそこまで引き上げられるっていう部分ではなくて、うん、その人のその外に漏れ出る態度がその加算されるっていう考え方でもあるんですよ。うん、その単純に顔が悪くて、何もしていない人と顔が悪くてだけど、何かをしている人って多分その普通に見た目のレベルが,が格段に上がってるわけではないんですよね。ははい、はい どううしようももなないからそんなものは、うん、ですけど何かしてるなっていうことが、うん、周りには分かるわけですよ。あ<ー>見た目のレベルが上がって何かしてるなじゃなくてあ<ー>単純になんか、うん、あつけているものの質が違うな綺麗にしてるなっていうのでそのだから上場酌量の余地なるほど <laughs> が生まれるっていが。<laughs> <laughs> はいはい、罪なんですよ意味,意味はそういう上場酌量の余地が生まれるっていうのが、うん、その生きやすさにつながるっていうことの正体で<ー>結果的にブサイクレベルが変わってなかったとしても、うん、何かアイテムが付加されるだけで、うん、上場酌量の余地が生まれることで生きやすさにつながるという部分があるから、うんうん、だから単純にそのブサイクか美男子になるとか、うん、そういう次元の話ではないんですよねなるほどね。 だからそこはおしゃれにお金をかけてきれいになろうじゃなくて、うん、おしゃれにお金をちゃんと気を使っているんだよっていう態度を周りに見せようっていう処術ななわけですよね、うんうん、なるほどどんなあれな人でもちゃんとサイズの合ったスーツを着てればかっこよく見えるではなく、うん、あサイズの合った服を選ぶだけの準備をして外に出る人なんだって思わせることができる。うんうんうん それはだから、別にかっこよくはなってないですけど、い、うん、きやすさにはつながっていくと。なるほど。いやー、身に詰まされますね。<laughs> いや、もう、このまま掛け算で、<laughs> ええー、なんか80つい、八十と、ええ、三十やったら、五十点差やったものが。広がってんじゃねえかみたいな。ことは思ってましたけど、このバフかかって。七十五点差になってるんで。<laughs> はい。おいおい。もう、意味ねえよーって言ってもう。う バーンってね、大の字で体を出してる、<laughs> ああ、好きにしろみたいな感じで言いましたけど、まあ、ちょっと最低の、最低限を取りに行くという姿勢は必要なのかこれは、うんこの、この計算式は事実ですよ、でも。<laughs> <laughs> <laughs> 実際、<ー>素の悪い人は別にお金をいくらかけても、突然まともなレベルに顔面のレベルが追いつくということはないですよ、うん、顔面というか、容姿のレベル、うんうん、ただ いい印象を与えるることとにはなるとうんなんかこれ班長で読んだんですけど普通におっさんが歩いているだけでとおっさんが例えば公園でベンチで休んでいる、うん、これって職質リスクのある行為なんですよ。はい、なんですけどそこにあの無罪を勝ち取るためのアイテムが、うん、持ってるだけで無罪を勝ち取れるだけのアイテムがいくつかあって、うんうん、まずは犬。 なるほど散歩中の犬を引き連れているだけで、うん、その公園にいるおじいさんに,おじさんに物語性が生まれてそこになんら問題が発生しなくなるとあ<ー>それってやっぱり生きやすさじゃないですかなるほどね確かにか別に容姿が上がるわけでもないのに生きやすさが上がるっていうあ<ー>それはだから別にある意味コンビニ袋とかでも効果があったりするわけですよねうんそういう感じでなんか、うん。 あこの人はそういう背景がある人なんだなっていうことが分かるようにできると強いですよね。うん確かにストーリー性って言われて今ビビッときたんですけど分かるなと思ってあのね、うん、最近まあ俺はそのもう何のストーリーもなくあのコンビニに歩いてたんですけど。 <laughs> もう食質リスクマ,スマックスのおっさんとして歩いてたんですけど、<laughs> その帰りに家までの道歩いてた時に、なんかおばさんが佇んでたんですよ、道の真ん中で。あ<ー>え、俺なんか、えと思って、その、うん、歩いてるおばさんって普通やから目にも留めないと思うんですけど、なんか、 自然体の格好で佇たずんでてぼーっと空を見てる空,空というか<ー>空ともわからないところを見てるおばさんがいてめっちゃ違和感があって怖っと思ってそうです,よ、ね、たんですよね。なんかちょっっとと逸脱すすると異様に映りますよね人っていやわかります僕もなんか普通に、うん、全く同じ話ですけど100円均一とかで買い物してたら、うんうん、何も持ってない普通のおじいさんなんですけど。うん 仁王立ちで、うん、通路の真ん中で、うん、こっち見てたんですよ。うん、なんかおかしい本当にちょっとした違和感なんですけど <laughs>、うん、すごいやふくなんか怖かったですね。そ,うすねそれになんか買い物袋一つでも下げてれば全然いいはずなのでやっぱりなんかありますよねそういうのストーリー性でちょっとありますねストーリー性って。そそそうそうそう <laughs> なんかだかだらめっちゃ汚いジャージで、そのだから例えばもう泥の跳ねたジャージとかで暮らしていたとしても、うん、なんか工具類ががっちゃんがっちゃんついてる、うん、なんか腰巻きとかしてたり、うん、ヘルメットをかぶっていたら、うん、あ仕事を頑張ってる人なんだなって思って、何にも恐怖は覚えないですけど、うん、ただの汚れた泥まみれのジャージで歩いてたら、うん、えって思うじゃないですか、うん、<laughs> そうだね <laughs> そこにやっぱり容姿の上下はないわけですけど、うん、そういうことなんでしょうね。ななるほどな ちなみに俺の美容への取り組みはちょっとないんですけど、今のところ。はい。<laughs> でも、まあ、これもやっぱね、東京に近づけば人と会う機会があるってなったら、その、やっぱそれを身にまとう率も上がるかなっていう感じはしますね。いや、れそれありますね。前にあの、髪の色抜いたことがあったんですけど、初めて。はい。人生で初の。はい。やっぱそれも、 1> 週一で新宿行くみたいな用事があったからちょっとこれやってったらおもろいからみたいな感じでやったっていうのもありますからね。うん。だからやっぱ人と触れ合う機会があると、まあ、そういうのに取り組む率も上がるということでこう社会性を社会性は社会性を必要とされた時に高まっていくのかも。確かにちょっと今の、まね、お住まいだとちょっと周りも。<laughs> あんまりないでしょうから、ねまあ、シャツパンで玄関の外に出てタバコ吸ってたりしますか、ね、<laughs> <laughs> 私もさすがの俺も前の家でシャツパンで郵便受け見に行ったことはないんですけど今は普通にしますか,、ね、かもうすぐそこやからみたいな感じで <laughs> レインさんもそっち側になっちゃったんですかなってますよね今。あらあらあら <laughs> まあでもそれが許される環境に身を置くというのも一つの幸せなんですけどね。うん もちろん、その見た目で新宿を歩くことはできないわけですけど、うん、<laughs> そうしないでいる幸せもあるわけですから。うん、そう、だからあんまりね、うん、考えもみだなと思いましたね、こうん。それはありますね。じゃラスイッチぐらい読みますかね。はい。えー 美容のいい話をしていただいて。ああ。うん。じゃこれ、ちょっと行ってみよう、えー。派遣社員さんからいただきました。はい。レミン様、コウノスケ様、こんばんは。お二人は、荒木博彦の漫画術という本を読んだことはありますか、えー、この本は、ジョジョの奇妙な冒険などで有名な荒木先生の漫画を描くためのエッセンスが盛り込まれた有名な本です。 この本の中では、キャラクターの身長や体重はもちろんのこと、好きな食べ物や趣味まで考えることが大事であると書いてありました。えー、ただ、実際徐々ジョジョの漫画を見ると、別にそこまでの設定を活かせているようには見えません。私は漫画では二次創作しかしないのでわからないのですが、ここまでキャラクターのことを考える必要があるのでしょうか実際、コウ助様はどこまでキャラクターを作り上げていますか 答えられる範囲でいいので、参考までに聞かせていただけるとありがたいです。以上、大変暑いですが、お体に気をつけて頑張ってください。もうこれは8月のお便りなんで、ちょっと暑、うん、いということでしたが、これは、そういう本があるんですね。うん、僕もこの本、まあ、ちょっと内容なんかで知ったんですけど、うん、まあ、やっぱり天才の各指南書に、 役に立つものはないなないいってうう感情ですね <laughs> あ、そうなんだ <laughs> まあ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 多分に漏れず、うん、へえ俺は才能でここまで来たお前も才能でここまで来い以上のものを汲み取ることができない内容だろうなという <laughs> へえでもなんかこういう具体的なコツみたいなのも書いてるんじゃないですかその設定をビチビチに詰めろみたいないやーなんか天才って自分の物語の、はい、そのが何によってそのた 状態にたららしめられているだから結果だからこういう感想になるわけですよ。それにうん、うん、そこが荒木先生の物語の面白いにつながっていると荒、うん、木先生は思ってるんだろうけど、うん、じゃあそれを素人の我々が真似たところで荒、うん、木先生のような、ま、ような漫画を描けるようにはならないだろうっていうなるほどいうようなことがやっぱり出てきますよね。うん、うんうん なるほどね、まあそれを批判していても仕方ないんですがうんでもちょっと片鱗見えるけどなこれあのこんなに設定詰めてるからこそ、うん、あんなキャラクターを生み出せるんじゃないかなっていう最近あのこれまた Twitter の広告で見たんですけど、はい、あのなんかスピンオフ読み切りみたいなの書かれるじゃないですかあの「あき、はい、さん」って、えー、最近やと「岸辺露伴ルーブルへ行く」とか。 ちょっと前にですかねあの動かないみたいなシベロマンは動かないみたいな、うんでまあ、ルーブルは Twitter 広告の影響で読んでわはは面白かったなみたいな、はい、で今動かないのやつも見せられて広告をあ <laughs> おもろそうと思って読む予定なんですけど、はい、なんかあれはスピンオフの方だと余計にその設定がこう生きてる感じがして 何うん、うん、か何言ってんだこいつみたいな感じのキャラクターというかその何そのこだわりみたいなとか何その所作みたいなことを結構するやつがいるからうん,、うん、なんかそれってやっぱうん相当キャラクターのこと考えてないとこういう話にはならんやだろうなとか思いますけどね。そうですね。なんか本編とはちょっと違う味の面白さがあるというか。 なんかなんかなんか僕はそういうものに対して、うんうん、その時考えるんじゃダメなのかなっていうことを結構思うんですよね。うん、あ事前に進めとくんじゃなくてまあ必要になった時にそう,そう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 ,そう<ー>まあもちろんだから前段階でのものと矛盾したりするリスクはあるんですけどなるほどでもそのキャラクターをどう動かしたくなるかなんてその時になってみればわからないことも多いと思うんですよ。なるほど だからなんか、うん、事前に決めるのは最低限のことで<ー>そのその1エピソードが成立するだけのことを決めてしまったら、うん、後のことを前もって考えるのは、うん、うんなんかその先に役に立つかどうか分かんないよなっていうことは思うんですよね。うん、なるほどそこはだからメモリの量によって左右されるというか、うん、僕はあんまりメモリが多くない方だと思うので、うん、あんまりそこに その気合いを入れてしまったとしても自分で結局忘れてしまったりとか、うん、管理しきれなくなってしまって、うん、結果稼ぎしかならなくなったりとか、うん、下手な矛盾が生まれたりとかいうことが増えるだけのように思えるんですよね。なるほどまあ、確かにそそう言わればただこれはだからメモリーの多い荒木先生ならばこそっていう部分なんじゃないですかね。いや何やったら俺が呼んだやつもその時に必要になったから詰めたんかもしれないしね。はい まあでも本人が本に書いてることによればまあそうではないのか。ただ漫画ってをかその作者が何にも考えてなくても「うん、ああ作者は深く考えてこれを作ってるんだな」っていうことを思わされることがエンタメそのものだったりするわけですよ。だからそういう意味ではキャラクター、うん、このキャラクターの生い立ちがもう。 何月何日まで細かく決めて作ったんだよ作られてるんだよっていうはったりをかますこと自体は物語の面白さにすすすごく影響すると思いまこのキャラクターにはこういう子供時代があって子供の頃は何が夢でとかいうことまで考えてあるキャラクターなんだよって言われたらななんか読者ととしてもそのキャラクターを生き生きき感じじ取れるじゃないですかそれが物語に役に立つかどうかはさておいてうん、うん、読者がそのキャラクターを好きになるきっかけになるわけですから。うんうんうん そういう意味では考える必要はあるかないかで言えばあるのかなっていう部分もありますね。うん、なるほど。まあそうねちょっと話ずれるかもしれないですけどなんかそういう極端にするとか、はい、なんかかますというか、はい、ってなんか思ってるより大事だなっていうのはちょっと実感があって最近。はい、あの下中さんっていう方の映画祭の,あの曲の。 ボーカルをやることになったんですよ、俺。はい、でその収録に行ったんですよ結構前に。でそれの時に俺はなんかうなんかこうちょっとこう歌の練習とか自分でしてて収録前にね。収録のだいぶ前に、ね、その自分の家で。うん、で「ふんふんふん」<laughs> とか言ってなんとかかんとかとか歌ってる時にまあちょっとかっこつけて歌ってみようかなとか言って。あ なんかこう、んかー声でちょっとやってみたりとか、<laughs> あの、ちょっとこう感情的にとか言ってみたら、なんかわざとらしく聞こえて、あ<ー>なんか、あ、これは良くないんじゃないかな、みたいな。つけてる風に聞こえるな、んかー声の歌ってみたとか聞いた時も深いやしな、みたいな。うん。<laughs> あの、思って、なんか、平易に歌おうと思って。うん、はいはいはい。っていう心積もりで行ったんですよ。はい。で、実際いざ撮ってみたら、なんか、 あの、端的、その、偉い人に、うん、プロ、プロみたいな人に、はい、ちょっと、あの、小学生の合唱みたいですね、みたいな感じになって <laughs> でその自分でも改めて聞いてみたら、ほんまにそう聞こえるんですよ、なんか。某 <laughs> みたいな。はいはいはい。ほんま小学生の合唱、その言葉、そのまんまそうだわ、みたいな。うん、で、結局、その当日になんか、いろいろもう、 感情をなるべく出すとか、なんかその極端に歌うみたいなのやったら、ようやくそれっぽく聞こえたみたいな。なるほど。あ、こんなもんなんだ、みたいな。はい,はいはいはい。だから気取らないみたいな感じで、こう特徴付けとかを排、はい、して、まあ、わざとらしくならないようにみたいなんて、結局、自分への恥ずかしさの言い訳でしかないというか。はい,はい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 。なんか、極端にしないと、極端にしてようやく、今、まあ、それっぽくなるというか。 なんだなと思ってちょっとなんかその創作とかにもちょっとつながるか話というかなるほどなんか特徴づけすぎわざとらしすぎきつきつみたいなやつでようやく一発のキャラクターになるみたいなところとそうですねキャラクター性はそういうのありますよねあるのかなっていうのは思いましたねでこれもさっきの話につなげちゃいますけどそういうのを知れるのもやっぱり 東京に近いからというか, <laughs> か、<laughs> 人々との触れ合いの刺激の中で思うことであって、やっぱこういうのを知る機会って重要だな、みたいな、やってよかったなって思いましたね。うん、なるほど。うん。ん結構その辺はね、まあ当然荒木先生とかも当然考えられてるとは思うんですが。まあ、デフォルメですよね、それって一種の。ほうほう。 そう本来自然ではないけれども、うん、特徴が強調されて、うん、そのキャラクターとして輪郭がはっきりするうん、うん、分かりやすくなる実際歌とかでもそんな感情を込めるところじゃないじゃん、うん、みたいなところ実際歌,、うん、歌ってるだけなのに何かすごい感情を込めてるのは、うん、演技をしてるわけじゃないですか。うんはい、それはまあある種のだから例えば。 壇上でやる演劇がすごく気とったものであったりする方が見栄えが良かったりするのと同じで、うん、そういうキャラクターの輪郭がはっきりするデフォルメとかはまあ分かるんですけど、うん、誕生日っっててめちゃくちゃゃくいいらなな思うんですよねキャラクターの誕生日身長体重も数字としてはいらないなって思うんですよね。好きな建物もあんまりいらないなって思うんですよね。 そういうなんかいる部分といらない部分が結構はっきりしていると思っていてキャラクター設定に関しては、うん、そのまあいらない部分についてまでこ詰める必要はないけど、うん、さっき言ったようなキャラクター性に直結するまあ趣味とかもの、うん、の考え方とか、うん、何を言ったら怒るんだとか何に対して笑うんだとか、うんうん、そういった部分は絶対詰めた方がいいっていう部分はいくつもあると思いますね。うん、なるほど 僕は忘れちゃうんでちょっとそれは <laughs> キャラクターシートとかを作るべきなんでしょうね本来,本来なら<ー>あんまり僕シートとか作らないでもそれシートの項目の方こそ大事じゃないですか、うん、何を項目にするかみたいなそうですよね、うん、なんか物語キャラクターを作るための不可不足ない項目を、うん、ちょっとなんか設定してほしいですね分かんないよねい <laughs> 発明してほしいですね、うん ここを下腹側膜埋めれるようになってれば、うん、キャラクターとして一人前だみたいなのうん、なんかありそう <laughs> ありそうやけどまあ人によってめっちゃ違いそうっていうのもあるしねプロとかでもそうですね、うん、なんか脚本術の本とかででもそここそがマジで大事だよなうん、なんかあの勉強受験勉強でめちゃくちゃ時間割く覚悟があるぞってやつがその勉強法が一番大事というか その、間違った勉強法でなんぼ時間費やしたって全然意味ないみたいなそうですよねそここそが大事な感じするよなそれこそはあんまり言われてない、うん、いやーでもそれちょっと興味深いテーマだなん探してみたいありそう、うん 多分だからそれを探すとしょうもないだからさっき言った身長と体重と誕生日を決めましょうみたいなことを言ってるやつが見ったりするんだろうな <laughs> あのさなんかあの Twitter <laughs> シ師とかで流行るなんかハッシュタグ付きで流行るやつの一類型でさキャラクターの笑ってる顔とかさ泣いてる顔とかの 4×2 <ー>とかのマス目で,でそれを埋めるみたいなのが流行るときあるじゃないですか。あ、はい、あれみたたいなな感じでそのあなたがキャラクターを考える時に 設定する項目みたたいいな感じで埋めたやつ流行ってほしいですよねみんなのやつ見たいというか確かにでもなんかある気がしますね <laughs> そういうのってうん、うん、あれ今なんか力強く「はい」とか言ってたけどなんか思いなんか連想したものありましたなんかいやなんか見覚えありますよ、はい、そういうのああそれそういうこういう点にをキャラクター考えるときにこな,そうなんかうそうんかうんそれって 僕が連想したのはうちの子文化っていうのがあってはあはあはあ、聞いたことあるな絵描きがやりがちな、うん、その自分のオリジナルキャラクターを一個想像して、うん、別にそのキャラクターを主人公にした漫画を描くわけでもなく、うんうん、ただなんかそういう設定のあるキャラクターありますねなんかねそう中二病ノートみたいなことなんですよはいはいはいなんか絵描く時もなんか割とそいつがテーマになって。 出てたり登場したりとかするなんかその作家だけの存在っていますよね。そう,ねそ,うそ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 う。まあ、たまに、うん、そういうのに、はい、そ,うそういうのを表現する口実として、うん、そのこのあこのマスを埋めてくださいみたいな感じであ<ー>好きな丸丸の前嫌いな丸丸の前みたいな感じで表情分けをさす。 するようなイラスト項目が用意されたなんか白い箱みたいなのがいっぱいあるテンプレートみたいなのがあったりしますよね。ありますね。でもあれは確かに割と実践的だし、うん、正しいキャラクター作り肉付けのための正しい方法なのかもしれないですね。うんうん、さっき言ったテンプレートの割と優秀な一つなのかもしれないです。変に誕生日とか決めるよりもよっぽどそうやって表情分けを作った方が実用的だと思うし。なるほど、うん あうちの子文化はこのキャラクター作りの上で何か手がかりになるかもしれないですね。うん、僕はあんまり好きじゃないですけど。<laughs> <laughs> 僕はあの大嫌いなシーンがあってあんまり大きな声で言うようなことではないんですが、はいあのー、ある漫画でキャラクターそれぞれの,、はい、その部屋の間取りを紹介するので。 話話か2話使い切っったた漫画があったんですよ<ー>マジでどうでもいいなって思ったし<ー>まあもちろん完全に全部どうでもいいということはない、うん、誕生日とか身長体重よりはまだ駅のある設定だとは思うんですけどわざわざそれを漫画の続きが気になる漫画の1話2話を使って、うん、<laughs> 描くかねそれだから登場してる1集団のキャラクター一人一人,人について、うんうん はい、次のページではこのキャラクターのお部屋だよみたいな感じで<ー>もう20キャラぐらいやるわけですよええー、やりすぎやな <laughs> 20キャラまあでも相当な数をやっていてああまあそれぞれのキャラクター性の出たお部屋だったんですけど<ー>うーんっていう <laughs> ああこれあのそれで思い出したのは「ワールドトリガー」かなはいはいはいで、あのいろんな3人舞台が戦う話だと思うんですけど、はい、あれ その三人舞台がで新しいのが出てくるたびに、あの、話と話の間の、なんていうんですか、あれ、あの、扉、扉じゃなくて。はいはいはい。なんか、落書きみたいなの書いてる人もいるような。あ,、ね、あそこで、その、それぞれの舞台に、あの、部屋があるはずで、作戦会議室みたいな。その作戦会議室の様子を細かく書いた1ページが挟まれてて。ああ、それはいいですよね、うん。俺めっちゃ好きやったんですけど、それは嫌いなのかなと思って。いや だからそこでやるべきことだと思うんですよ。あ、まあ、本編でやんないよってことか。そう、本編でやんないよって思っちゃうんですよね。うんだからなんか、大事な設定だとは思うんですけど、うん、すごくうちの子文化的だと思っていてだから、うん、そうちの子文化として、うん、ツイッター上で自己満足で、うん、その私のキャラクターを深掘りするためにやりますっていうんだったら分かるんですけど、うん、それは本編の下敷きとして行うことだろうなっていうふうに僕は思うんですよね。うん、なるほど らそういう意味でもキャラクターの設定を練ることは大事だがそれが必ずしも本編に生かされるとは限らないし本編に生かすためにそんな無理をするのは絶対に違うって僕は思いますね。なるほどね <laughs> まあ好きな人は大好きでしょうから分か,分かるんですけど、うん、そういう、うん、漫画じゃないんじゃないのっていう, <laughs> うんあ。単に本編に入れてることがちょっとおかしいだろうっていうことか。 そうででもこれ結構微妙なライン別にキャラクターの日常性が好きって僕さっき言ったじゃないですか,うん、うん、かそういう一んと捉えることもできてうん、うん、別にバトル漫画はずっとバトルだけしてろよっていう気持ちは僕はないんですよだからそこは厄介ななんな線引きがあるんですよなるほどいやわかる分かるけどなそれ、うん、そう、うん 単純にね、うん、それ話の浮き沈みがないんですよねそういう回ってそうね淡々と一個一個説明していくだけになるからうん,うん、うん、あらそういう意味ではうん、うん、キャラクターの設定を紹介するというのはうん、うん、物語中にやってはいけないなっていうふうに思います、ねうん、ああまあどうしても必要なイベントの中でっていう形でやってくれてるのやったらいいけどねそうですよねなんか知らんけどこう逃げ込んだ先がそいつの部屋でみたいな 感じで部屋が見えちゃうみたいなそ<う><ん>自然に触れてくれればいいんですけどねん<ー>それはだから自然に触れられればあここまで考えてあるんだあこのキャラクターらしい部屋だなん<ー>全然物語にこんなちょろっとしか出てこないのにここまで書き込めてるなんてすごいよく考えられてるって<ー>本当にキャラクターが生き生きしてるって素直にう、ま、受け取れる。 書き方っってあたと思うんですよでもなんかそういうふうに全部全部のキャラクターを順繰り紹介していったらんかせっかく考えたので紹介しときますみたいな感じが出てなるほど押ししけがまいんですよなるほどそこはやっぱり作者に対する作者のかまし方としてはったりとしてもちょっとうまくいってないなっていう気持ちもあるしなるほどという感じですねいやでも だいぶ面白いテーマでしたね。うん、そうですね、うん。はい。じゃあ今回はこんなとこですかね。はい。はい。えー、じゃあ今回もありがとうございました。あのー、はい、ありがとうございました。ぜひねあのー、のほほんとスティーズスカイラインをややる時が来るといいですね。<laughs> そうですね。<laughs> ちゃんと時間を決めて <laughs> やりたいですね、うん。はい。ぜひその感想を聞きたいんで。 はいまあ、別に次回までやっとくよって話じゃないんですけど、あの聞けたらいいなっていうその日を待っております、はい、私も。はい、はい、ではありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。は